はい、みなさん、こんにちは。ええー、二千二十三年の卓建士ですね。本試験解説会を始めます。担当しますのはレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。 はい、えー、本日、ですね、卓球試験合格発表がありまして、えー、36点ということになりました、まあ、レックはですね、37プラマイ1でね、えー、まあ外さないでよかったなーっていうのとあと下振れしたのが良かったんですよねあのなんか外しちゃうと資格の学校としてみっともないんですよね2点もうわ、3点もレンジあって外すのみたいな、うん、だから当たったは当たっただけど下の方でね、上の方よりね下の方が一人でも、ね、合格動かすが良かったんですがそれでもやっぱ36点取るのってね、大変だと思いますよ、この試験で。あの昔 だったらねあのこの試験の今のレベルだったら多分30私が講師になったのって20何年前なんですけどあのその時だったらおそらく30点前半ですね、あのこの問題だったらもうそれぐらいのねレベルがねぐわー上がってるんですよだから本当に本気で対策しないと合格って難しくなってますでただ気をつけなきゃいけないのが例えば今回間違えた、ねまあ、問題が多かったからやっぱ36点取れなかったから合格になってないわけでそれが いやー民法難しいからね、民法もっといっぱいやなきゃーと、うんあの、そういう方もいると思いますあの、例えば民法が2点とか3点だったら、それは完全民法ですね、民法2点、3点でて勘よりひどいですから、もう引きも弱いですから。 いやまず勉強の前に一つして大ないただいてもか思い出さなきゃいけない、ね、なんか特典であのそのレベルなんですよ2点とか3点ってもうちょっとでもちゃんと絞って勉強してればもっと取れるはずですもん、うん、だからまあ勉強の仕方もまずかったんですけど民法をねすごい一生懸命やんなきゃってなってるとちょっとね来年も危なくなっちゃう可能性なんですよ あの宅検業法とか法令上の制限とか本当に大事なところ間違えてませんかとで今日ここが出たというねこちらの、ね、テキストなんですけどこれはねすごいいいですで何がいいかというとただのね今年出た問題解説じゃないんですよこんな問題解説なんでネットで転がってますもんこかここで、ね、あの一番後ろの方のページを見てもらえますかこちらのえページが書いてないんですけど2023年宅検試験本試験無料成績診断と。 で、まず正当率っていうのが出てますね。で、この正当率っていうのが、これあの、ちなみに60、60%以上正当率があるもの、38もあります。あの、後でご自身でじっくり数えてください。38もあります。で、50%以上、正当率50%。まあ、これ50、50%って言っても、試験受けた人の50%じゃなくて、レックに成績ね。 あの、出してくれた方が半分だから、あの、もう全然もうね、もう10点台とかで全然も,も全くもう関係なかったみたいなね。参加した時の人は入ってない可能性が高いです。だから、それなりに高い募集団ですが、それでもね、50%正当率の問題、半分以上の問題が44もあります。っていうことは、まあ、ある程度頑張ってやった人ってやっぱ成績診断ってするんですよ。どうかなって、自分どの位置かなって。それで半分、半分以上のものを全部取れば、これ44。 えー、60%、だいたいね、この成績診断で、我々が抗議するときに60、60%以上のものは、もうね、ちゃんとやりましょうねと、と、えー。ここはもう基本ですよ、と。やんなきゃまずいですよ、っていう。これ60、60%以上のものを拾って、復習のときに中心になってください。で、逆に50%切ったもの、あー、やっぱみんなできてなかったんだと。皆さんができてないのは合気関係ないです。もうできてなくて普通です。それができなかったから、合格できなかったんじゃないです。50%、60%、特に60%を超えた問題を取れなかった。 それを復讐そこが弱点そこがポイントだったんですよでそうするとおそらくまあ権利ね全部難しかったって言われたったらそれまでだけど結構、あのー、60パーの問題もありますよね、うん、そういった問題がどうなったんだかだからそこはやっぱ権利関係なんとかしたいですよね、うん、でもなんかねあのー、これ毎年毎年頑張っているのに受からない受からないで来てる方ってどん,どん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 権利のねどつぼはまるんですよ もっと難しいこともっと幅広くもっといろんなことをやらないと浮かんないんじゃないかこの式山と、えー、だからだん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 ねほんと沼にはまっちゃうんですよ、うん、もっとシンプルに大事なところをきっちりやると合格するんでそこら辺はね今日聞いてていただいてますあの解説とかは読めばいいんでねだけどそこのどういうふうに解けばよかったかというそういう話をしてまいりますのでよろしくお願いしますそれではいきましょうで問題解く時にやっぱり問いの力から解くっていうのは得策ではないのは確かですよ であの判決文の問題、今年はそれほどでもないけどそれでも長いですもんねであとは2とか3とか4とかね解いていくうちにうわ、民法難しい全然自信ないのばっかりだなってなかなか確信持ってるのがなかったと思うんですよやっぱりご自身の問題解く順番って検証してくださいで多分、宅建業法からやれって講師よく言うんですけど結構ね今年の問題宅建業法難しかったんですよ、あの書家、書文がだからうわ、きついなみたいな今年業法といやそしたらそれあ、多分みんなできないから次行くっていうね。 その難しかったら次いくスル,ースルーをするっていうスキル大事です。あの難しいと思えるか、難問か、難問じゃないかを即時に判断するのは、これね、能力ですから。ああ難しい問題もあの結局勉強してないとね、難しい問題か優しい問題か分かんないんですよ。全部難しく感じるんで。 うん、だから、あ、これは難問、これはもう難しくないで。そういったのをね、分けるという、そういった話、ね、どうすればいいかって話もしてまいります。で、すいません。あの、問いの1から、あの、今日は解説は問いの1からやらせていただきます。で、まずですね、この問いの1判決文の問題で、まあ、これ過去問としてね、判決文の問題1番がバツって覚えてても、もう二度と出ないので。うん、ただ、判決文の問題は、まずは誤ってものはどれかっていうのを選ぶわけですよね。で、 ま、判決文を先に読んでもいいですけど、ね、今回一番見ると、遺産である不動産から、経営相続開始から遺産分割までに生じた賃料債権うん、まあ、お父さん亡くなってですよ。アパート持ってた。ね、それで亡くなった遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人うち一人に帰属したことになった場合、まあ、財産を分けてそのアパートを次男のものっていうふうに例えばなったとしますよ。そうしたときに、帰属することになった相続人が、相続開始に遡って取得する。 亡くなった時からの家賃全部じゃあ次男のものになるんですかなるんですかって聞いてるんですよね。うん。じゃあこれ足読みました。はい。判決文見てみましょうと。数人ある時、遺産分割までの間、共同相続の共有に属する。この間に遺産である使用管理の結果生ずる金銭たる賃金銭、賃料再建。遺産とは別個の財産。だから遺産分割関係なく別個の財産。各共同相続人相続分に応じて、 分割単独債権として確定的に取得するものと返すのが相当ある。難しいけど、結局噛み砕くと、亡くなったお父さんのアパートは、とりあえずは分割で、まあ、配偶者が二分の一で、子供二分の一でも子供はその二分の一を子供の人数で分けるっては聞いたことありますよね。あの、法定相続っていう。それで確定的に取得するって書いてあるんですよ。ちゅうことは、もう亡くなった時から、とりあえず遺産分割前では、 1> 1 2分の14分の14分の 1, 1とか、えー、もらっててで次男のものだったらそっから次男のものっていう一番罰ですね、うん、でこれ覚えてるんじゃなくて日本語の解読です要は言ってることが分かってるかどうかですだからこれ覚えるべき問題じゃないしじゃあどうすりゃいいかっ,て言ったらこの意味をちゃんと解読できるように国語の練習ですでねあのこれはね私は思うんですけどねあの20年前と本当にレベル違うんですよ 今の受験生レベル高いんですよ問題もでもね、国語力は、ね、圧倒的落ちてるんですよ、日本語の読み取りがやっぱり時代が動画とか、大体 LINE とかだってなんかスタンプでポンポンできちゃうし、えもう長い動画見れねえって言うんですから、t i クト o クだとかショートじゃないとなんか見ない時代になってて、もう長いの、とにかく文章も読めない、もう動画すら見れないみたいな、うん、そういうふになってきてるんですよねあの、ちゃんと問題文を読むっていうのは、これ、訓練なんでね。 だからちゃんと訓練すると、ここはね、できるはずです。皆さんの中にもできている方は多いと思いますが、要は、ここって、ちゃんと読み取りできたか、っていうところです。で、あと、1番に対して、まあ、2030っていうのは、多分ね、あの、まあ、冷静にやめばできてて、4番、これこそ、本当のこと言ってますよ。遺産である不動産が今遺産分割によって複数の相続人に一人に帰属することになった。遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産に帰属した相続人に取得する。次男が、 アパート次男ねって決まったらそっから先は次男のもんです。うん。これ間違いじゃなくて正しいこと言ってますよね。うん。でもね、これ1番が罰なんですけど、4番に罰打った方がこの足の中でね2番目なんですよ。うん。完全に発端読んでますよね。うん。だからどっかなんか読み違いしてますよね。だから、それもう一回読み取り、見てないよしてみてください。えー、それが大事です。だから、覚えるうんぬんの問題ではなかったっいうことですね。で、その次問いの2番、送輪関係。 で、これはあの、今日読みませんでしたけど書いてあることなんでね、総輪関係は予想されてから結構簡単でしたねって言うんですけど、正答率はこれね、52.9なんですよ。で、ちなみにさっきの問題70.9です。もうなんならここに書きながらの方がいいかもしれません。だとこの問題70.1番9だから、もうあの、できなきゃいけないもんですよ。問いの位置って。で、2番目は 52.、52.9。 ま、本当はできた方がいいんだけど、それでも、総輪関係、あれ一番じゃないのって思っても、三番とね、引っかかる、三番とどっちかなって迷ったら、これは普通の方です。うん、だから、三番と一番迷ったら、それはそれで、あ、まあ、結構、やっぱみんな間違えそうだよねっていう。じゃあそこでです、まず一番確認します。これ、調査のため、一定の目的は必要な範囲でリン地を使用することができる場合だっても、住家住んでる家、 その上の居住者の承諾がなければ、住家に立ち入ることはできない。まず、送林関係っていうテーマって、隣同士仲良くってことなんですよ。隣同士仲良く協力してあげなさいよと。だから、土地に立ち入る。測量だなんで、土地に立ち入るときは、まあ、勘弁してあげてや、と。使わせてあげないようなんですよ。ところが、これよく見てくださいね。住家って住んでるお家なんですよ。住んでるお家に耐える。承諾なければ立ち入ることがない。あの、家の中はさすがに黙ってはまずくないですか 測量の人がどうですか皆さん家帰ったら、測量の人が中入ってて、あ、ちょっと寒いんで、あの、頭張らせてもらってますぞ。誰だお前らおってなるじゃないですか。順化は承諾いるだろうよなんか必要でもって感じになってください。で、あと2番はごめんなさい。これも改正の点、もう絶対論点なので、自ら切り取ることができない、できるという。あの、これもう超重要な改正点で、どこの学校もどこの校舎もみんな言ってるとこで、これ外してるとありえないです。うん、何やってたんですかと。 あと、4番の、他の土地に囲まれて行動に通じない、出るために土地を囲んでいる土地自由。いや、そんな自由は無理ですよ。人に迷惑かかないように、そっとね、迷惑かかんないように、最低限のところで通れという、過去問通りです。だから、この4番は罰できなきゃいけないですよ。問題3番なんですよ。で、この3番って、見ますよ。総輪車の一人は、総輪管で共有する、障壁。 壁です。の高さを増すときは、他方の承諾を得なきゃいけない。壁高くするあそんなこと共有のもんにするんだったら、承諾いりそうだなで、これ、得なきゃいけないで、丸に見えますもんね。これ丸に見えますよね。あの、これ1と四一と3で迷うのはしょうがないと思います。で、この3番見たことないし。だから迷うのは当然なんですよ。で、ここで1と4で、まあどういうところをやればよかったかなっていうと、これね、あの、 塀の高さを高くするってプライバシーの話なんですよ。例えば皆さんが、じゃあ私と皆さんお隣同士なんですよ。で、どうなんかいつも視線感じるんですよね。隣の上から。ちょっとやだなって、え、壁低いから、じゃあ高く見えないくらいに、一階の車に覗けれないくらいに高くしようって言った時に、うちに承諾もらって、もらいに来てくださいよ。嫌だって言いますから。だって見えなくなっちゃうから。 やばくないとこれなんかまずくないと要は高く、平高くするのに、うちの費用で出すんだからいいっしょって話じゃないですか。ちなみに、低くする場合は承諾いるんですよ。うん。だから、今回、いや高くするのに承諾って、いや、それ、いらないんじゃないのっていうね。まあ、そこまで本試験の緊張状態って無理だけどうん。あの、これ教訓があるんですよ。1番って絶対見たことあるんですよ。1番見たことある。でも3番それっぽい。どっちかなって時に、1番と3番で、3番選ぶのって、見たことないのを選ぶのって、 負け犬の、ね、理論ななんんでですひどい言いい言方でごめんなさいねあの見たことないやつをどうしても匂いを感じてしまうんですよ、歯医者って、えー、で見たことあるのを選ぶ方ってあのちゃんと勉強してる人なんですよ俺、自分が見たことあるのはこっちだ、中華はさすがにまずい、えー、それで選べたかどうか、うん、でもそうは言っても、まあ、やっぱり50点、52.9って落としてもしょうがない問題です、うん、だから、なんか解説には優しかったですねと、いやいやいや、優しくないからと。 入っ、えー、ている、あなたは優しかったかもしれないけど、実際難しかったと思います。えー、だから、間違えてもしょうがない問題だけど、まあ、来年出るかどうかっていうと、そういかけがね、微妙ではありますが、対策は取っておくべきところでしょう。次、問いの3、77.7%、え、浮世絵なんてマイナー分野でこれはおそらくですね、2番がツだからなんですよ。で 受け負い代金払ってなくても増築部分の所有権取得するで、金払ってなきゃまずくないとかってなりそうなところだけど、はっきり言って知りませんよね。うん。じゃあ知らないから、はてな打てたかどうかっていうところはあります。で、2番のところを見たときに、これです。A は工事が終了した日から1年以内にその旨を通知。終了した日から1年以内通知。なんかよく見たのと違いませんか知ったときから、 なんか通知からとか知った時からとかそういうのがなかったですかだから、あれ、これあの浮世絵だけど、契約不適合責任の話、浮世絵も、あの、売買も似たような話になってたなと。その共通項を思い出せると、あ、2番だと。あ、これ終了した時じゃなくてなんか知ったとかそういう日だろうと。え、ね、そこで罰いけたって言って、結局当たった方が多分77点な,なんですよ。だから1番の話、ね、これあの増築部分ってね、自動的に A のものになるっていうね、その話をね、 ってる受験生はほぼいないと思います。あの、もっとなんか、あの、法律の難しいね、司法書士の勉強してるとかね、司法試験やってましたっていう、そういうんじゃないと。うん。だからといってそんな勉強いらないんですよ。この問題は2番でピンポイントでできるので、え、この2番で勝負つけられたかどうか、で、あとはまあ、あの、3番は不適合あることを知りながら告げずにってずるいっすよね。 それはもう通知なんてなくても、事故まではちゃんと終えようっていうね、そんな話、まあ4番も含めてね、まあ、丸だっていうのは後で確認しといてください。で、問いの4が、えー、これがね、47.0。で、47.0だから、もちろんできなくても落としても合否に影響は関係はございません。じゃあ関係ないんですけど、この話ってちょっとね、コツとつかめばね、あの、できる可能性あると思うんですよ。 でまず、ちゃんとね事前に晩書してきました、えー。あんまりしてないんですけどね、今日はね、ちょっと頑張ってきました、時間またから。例えば、A という人が B という人に金貸してるんです、交際券。10月1日に帰ってくるんです。B という人、なんか売って、10月25日、まあ、その後日ですね、返してもらえるんです。 じゃあ、お互い100万円貸して100万円のものを売って、お互い債権債務。こういうので総裁できるって話になりますよね。ただ、10月1日、交際券返してもらえる。つ債券10月25日まで返してもらえない。こんな状態でございます。さあ、問題です。10月1日になりましたときに、A。チャラにするって総裁できますか総裁 OK。 あの、自分の債権、あの、いちいち書いてきましたが、自分の債権を取り立てできるようになったら、総裁できるんですよ。あの、皆さんが、私に10月1日、金返せって言えるんですよ。チャラねって言ったらチャラになるじゃないですか。で、チャラにすると、皆さんは10月25日まで払わなくて、よかった債務。それを先払いするってことです。要は、お金って、ね、まだ返す期日来なくても、金が入ったから返すわって。 ありません、そういうこと。え、いやー、ほら、この間か買われた3万円来月末稼いって言ったけど、今日パチンコで買ったから、ほら、返しとくわ、みたいな。え、臨時で金入ったから、もう返しちゃうわ、と。先に返すのは自由なんですよ。でも、相手に取り立ては、自分の取り立て期日来なきゃダメじゃないですか。要は、チャラにするっていう時に、この日付が違う時に、自分の債権取り立てできるようになれば、総裁できるという、その一点なんですよ。そうすると、この問題って、ちょっと読みますよ。え、あ、 弁済期の定めのない。弁済期定めないってことは、いつでも返してもらえるやつですよ。うん、ていうのは読み取れたか。え、弁済期定めてないから、いつでも返してもらえる。え、で、弁済期到来前に A が B に対して期限の利益を放棄する旨、うん、A が B に期限の利益って先返すってことです。だったらできそうですね。E、弁済期が到来してる交際権。交際権、到来してんだったら、これ、え、できますね、総裁。うん、だってできるって書いてあるんだから。到来してるんだから。 弁済機が定めのない。すごいですね。弁済機定めなかったらできるわけですよ。えー、で、到来してる落ちたって完全に総裁の状態じゃないですか。まあ、絶対できるじゃないですか。はい、4番目。弁済機が到来してない交際権。出ました。絵だけ、A の弁済機到来してませんよね。A が返してもらえないのは、絵だけじゃないですか。うん。だから、今回、総裁できないものを掲げたものは、はい、絵でございます。だって、絵だけが10月1日期限来てないんですもん。 自分の権利、主張できない時期ですもん、まだ、ね。そしたら A は総裁できないじゃないですかということでございます。うん、でもうそもそも総裁という論って最初から全部捨てたら無理だけど、えー、総裁ってチャラにすること、でこれ自動債権受動債権とかいう言葉があるから多分ね、総裁逃げちゃうんですけどね、要は自分の債権が弁済金になったら総裁あ、返すのは A、もう先返すからと、それは構わないという。 えー、そこのところののみ一点でいけるところだから、これね、ちょっと言葉を慣れると、暗記そんないらないことなんですよ。うん、だから私これね、なるべく取れるように頑張った方がいいと思います。あの、まずね、民法というのを過去問解いて過去問の答えを暗記するっていうやり方で、実力は絶対に今上がんないです。ちゃんと考え方です。自分の債権というのは、いつでも、ねいつでもじゃない。債権が来ないと、期日来ないと無理。え、ね、借金を返すのは、いつでも OK。 えその感覚だけなんで、それをもってちゃんと日本語が読めるかどうかなんでえ、だから暗記じゃないというね、ここのところって、そんな多くの暗記じゃないというところ、分かっておくとよろしいかと思います。まあ、そう言っても難しいですよね、言葉がね。はい、じゃあ、その次、問いの語でございます。36.8。うわ、それは無理ですね。36.8。正答率でしょうん、で、まあ、36.8で、 じゃななんかかかかでできっっったたねとうんやっぱ難しかったですよでまずは1番が「不在者の財産管理人」んだろうとまあいない時に誰かが財産管理するかなと不在者の生死が7年か明らかでない場合に限りこれね7年とかいうので失踪に告って死んだことにしちゃうねその年数なんですよあのいやこれ死んだことにななる年数じゃないだから7年とかないんじゃないかな罰かなってできればよかったねっていうことです あの、これ一生懸命他県受験生でテキストとかで問題でやってる人は誰もいません。だからはっきり言いましょう。わかんない。はてな。それがまずいけたかどうかです。あの、これを知っておくべきじゃないんです。来年も知っておく必要がないんです。ここはわかんないで流してるんです。二番目。管理においた不在者の生死が明らかでないとき、家庭裁判所は請求があったとしても、管理人を管理することができない。 うん、生死が明らかじゃない。でも、その管理人ちゅうのがなんか悪いというか、なんか妥当じゃない、能力ない人だったら解任できないいや、できそうだなと、うん。知りませんよね。でも、わかんないけど、まるにもできますよね。だったら正直にハテナ打ってくださいよ。でわかんないんだから。え ?3 番目。管理人、不在者の財産管理、不在者を被告とする土地分け台請求を任用した一大一審判決に関して構想を提起するには、家庭裁判所の許可が必要でる。 こういうのが出るとね、なんかいりそうだなってなって丸にしたいたくなりますよね。でも知りませんもんね。知りませんもんね。だったらハテなじゃないですか。ええー。で、あと4番目、家庭裁判所によって選任された管理人、保存行為として自宅を修理することができるほか、家庭裁判所を許可を得て、これを売却ができる。うん。これ4番が丸だったんですけど、これも知らないですよね。じゃ、知らなかった時に、どれが多分一番マシかなっていうと、 保存行為ってわかります守る行為なんですよ。で、代理っていうところで皆さんはお勉強すると思うんですけど、代理人、とりあえず代理人で頼まれると、保存行為ってもう自動的に付与されるんですよ、権限。代理人って。で、今回、この家庭裁判所から選任された管理人って、これね、一種の法廷相続人なんですよ。だって、裁判所が決めた管理人ですよ。あ、じゃあ権限与えられてる。 そんな人が保存行為はできないわけないだろうな。でも売るのはまずくねと。で、売るときに家庭裁判所許可って他にも聞いたことありますよね。ボケだったじいちゃんばあちゃんの住んでるいるときに家庭裁判所通せっていう。え、さすがに勝手に売っちゃまずいから売るとき許可って言ったらなんかこれが一番なんかそれっぽいなって選べたよかったねって問題です。ただ、今の話を皆さんが本試験で緊張状態でそんな冷静に無理じゃないですか、普通は。だから36.8なんですよ。えー。 あのこれがもしね6割の正答率だったら私は謝りますすいません全然講義でやってませんでしたとホント申し訳ない能力なくてと、えー、全くあのこの講義やってたら逆にね受かんない講義ですよなんでかというとやりすぎてんですよあの暇人のための講義になると思いますそれ、えー、朝から晩まで何もしてなければこういうとこまでやってもいいでしょう、えー、だけど私ね一応ね自分なりにポリシーがあって仕事フルタイムでやってる 土日両方なんてできない。家族サービスとかね、家事育児だとかね、もう残業があったりとかお客さんに振り回されてって、そういう状態で受ける前提で講義やってるんですよ。え、ここもちゃんとやっておきましょうね。やるわけないじゃないですか。こんなところやって、こんなことやったらもう普通の社会人受かりませんんだよ、だろ。うん。だからここのところいらないですよ。ただいらないけど今の考え方、家庭裁判所に頼まれた、選任された人、まあ、直すとかはできないかな。うるうはまずいけど、これがましかなと。 うん。いうような感じでできたら、まあ、36.8だから、外してもいいぐらいの問題ですもんね。以上、次、問いの6。今年最強の難問 14.、14.9。14.9%。すごいですよ、14.9って、12344したく一ですよ。サイコロ振って、やるよりも確率悪いんですよ。うん、あの、サイコロとか振ってると多分、なんか、注意されますけどね。君<英語>何持ってんのって。ダメだよ、不要物持っちゃってね。だから、まあ、鉛筆転がしても、 そっちの方が当たる問題でしたね。うん、で、この問題じゃあどうするかっていうと、実は、やらなくていい問題、できなくていい問題だけど、一番は知らんといかん問題です、これ。あ A, A が C に打った、C が陶器を備えた後に、後に、後に、B が時効完成した。ということは、時効完成した前から C だから、時効完成前の第三者です、これ。だから、何とか後の第三者は陶器で決めるっていう、 あの、直前になるとそういうやり方でやった方がもう効率いいですよって言っちゃうんだけど。え。今ですよ、まだ。今日合格表ですよ。まだ1年近くあるじゃないですか。ちゃんとやってみてください。え。これ前なのか後なのか、図とか書いてみてやってみる。え、これ、5って書いてあるけど、時効完成前の第三者なんですよ。時効完成時点の所有者には、登記くれって言えるんですよ。対抗できる。これ自信持って丸。ってできないと、それはやっぱりちょっとね、 今の宅建試験のレベル考えるとまずいですね。うん。だから、A に関しては知らなきゃいかんとこだった。じゃあ、いいわ、あと。これ、どういう状況かっていうと、D に対し、はい、備え、B が D に登記の日から、平穏かつ公に自己取得な成果を継続した場合、所有権、移転登記を備えなくても、高等種の所有権を G に対抗できる。これ、自己を完成した後に、登記、誰かにされて負けちゃったんですよ。で、また頑張ったんです、これ。 一回負けちゃったけど、また20年頑張ったんですよ、いいですね、このね、だから20でやったら40、そこから60え、やったーと、うん、OK もらえます、だから一回負けちゃうんですよ、時効完成後の第三者に登記されても、でもそこからまた20年、もう一回、時効で頑張りましたということでございます、うん、これ、丸の足です、初めてですね、出たの、うん、初めてなんですよ。 だから、できなくてしょうがないです。だから、これってね、あの、他の試験だと、ま、少々とかね、少試験だとも全然普通なんですけど、竹試験にないんですよ。だから知らないですよ。そんなもん。じゃあ知らないけど、いや、一回頑張ったけど、また何にも言わなかったら、権利の上に眠ってる人を保護しないっていうのが時効の趣旨じゃないですか。じゃあ、一回登記で勝っても、もう一回また20年使われてたらどうですじゃあ、またあげろよっていう感じになった方がいいと思いますよ。えー、だから趣旨考えるんですよ。いや、一回負けたからもう負けかなと。 そんなことないです。試験も一緒です。負けてもまた立ち上がってください。何度でもね、いいこと言いましたね、先生、ね。うん、そういうことでございます。だから何度でもチャレンジ。そして、勝ったということです。そして、まだ難しいのが、うなんですよ、これ。時効で取られた。でももう一回頑張った。でも一回頑張った時に、再度の時効取得により、B は所有権を取得し、E、E の定当権消滅するかって問題。る。これね、時効で取得した人って、 全くさらな権利もらえるんです。こういう難しい言葉で言うと原始取得って言うんですけど、もう最初からさらな土地、皆さんのものだったと。定等権とか地上権とか賃借権とかいろんなのついてでも、全く権利ない状態でもらえるんです。これ、時効のルール。ええー。あの、一応原則だから例外的なね、そういう判例とかも出たりはしてますが、原則は定等権消えるんです。うん。だから、消えるんだね、と。難しいですよね。難しいですよね。 だから14.9なんですよ。全然できなくてよかったんですよ。で、まだ今出たの1回じゃないですか。で、それがまた、まあ来年出ることはねえっすよ。同じ問題がそのまま。えー、でもなんか出たとしても、多分2度目もね、正答率は3割とか4割、その程度です。で、もう1回出ると5割がちょっと来るかな。で、4回目ぐらいになると、多分私も講義で、いや、ここ知らないと合格者になれませんぐらい言ってますよ。 うん、あのだん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 ,だんだんね範囲が広がり難しい初めて初見の問題聞いたことない問題が出てそれが何度も出るようになるとそれが定番になっていくんですよそうするとこれはできないきゃいけない問題って言うんだけどまだいらないですただいらないけど今聞いちゃったじゃないですかあ再チャレンジできるんだというのとあ定等権で自己取得すると定あ自己取得であの土地取得すると定当権消えるんだと多分こういう時聞いたことって忘れないんですよあなんか定当権消えるとか言ってたなって うん、だから意外と覚えてると思います覚えたらそれは素晴らしいことだと思います問いの7いきますこれ36.8配偶者居住権これね私は残念でならないですあの配偶者居住権は全力で抗議あんですでも結局過去問がないと正答率こんなもんなんですだから言っておきます、まあ、36.8でこれはねできなきゃいけない問題なんですよ できてほしいんですよ。できるべき問題なんですよ。でもできないじゃないですか。でも今年、ま、かなり大事な論点が、前に出た時、初めて出た時は投機ぐらいだったけど、そこで出て、ここで出て、かなり潰れました。だから、今度出たら、おそらく一挙に5割超える、合否を上げる問題になります。うん。だから、配偶者居住権はちゃんとやる。え、ちゃんとやる。どんなことあってもちゃんとやる。意識持ってください。で、この配偶者居住権なんですが、まず、一番。 遺産分割協議において B の配偶者居住権の存続権が定められなかった。じゃあ20年じゃなくて死ぬまでです。あの、配偶者居住権ってそもそも A が亡くなって B と C が相続人。配偶者と子供。例えばね、不動産が3000万、現金が3000万、お母さんが3000万の土地建物、息子が現金3000万って言うと、お母さん、おばあちゃんなのにお金もらえないですよ、現金。 配偶者はね、所有することにこだわらないんですよ。住んでいたいんですよ。亡くなるまで最後まで、次の住みかとして。だったら、居住する権利と所有する権利を価値分ければいいじゃんと。で、その分け方に関して、金額の分け方は国税庁のページに出てるんで、え興味があったら見るぐらいにしてください。全くそこはいらないんで。じゃあ、半々にしたら、居住権3000万だったら居住権3000万、うん、あの、3000万の土地建物だったら居住権1500万、 そしたら、居住権1500万なら、現金も1500万もらえるじゃないですか。うんまあ、ここら辺までやると抗議になっちゃうから、もうこれ以上やりませんが、要は、配偶者って死ぬまで入れる権利。で、定められなかったら死ぬまで。ということで、20年は罰。で、ちなみに定めた時は、例えば10年とか定めたら、10年で終わりです。あの、更新できない。延長できない。これすでに出てるやつです。 うん。あの、それ、過去問で、見たことないっていうのは、それは勉強してないのと一緒だよね。えそれは権利原因だったかもしれない。これができないのは。じゃあ次2番目。B が高齢となり、バリアフリーマンションに転居するために資金が必要となった場合、B は C の承諾を得ずに、賃貸できる。×、承諾いります。で、逆に承諾あればできるんですよ。天体は。まあ、天体というか配偶者居住権を人に貸すのは。で、ちなみに配偶者居住権自体を売るのはできないって知ってます売るのは。 あの、配偶者居住権もらったね、もう奥さんだからおばあさんですよね。それが隣のおばあちゃんに売ったのって、息子からしたらなんでそんなばあさんにタダで貸さなきゃいけないって話じゃないですか。配偶者居住とってのは自分の母ちゃんだからは、まだいいけど、そんな人に売っちゃダメだよっていうね。売っちゃダメだけど貸すのはオッケーって。これも、必ず出てくるとそう予想されてるぐらいのし、もう基本的知識です。あと3番目。C は B に対して配偶者居住権の設定の記を備えさせる義務がある。丸。 これ、登記って義務じゃないってやっぱり不動産投票で覚えてる。だから間違えた可能性ありません。あの、これ義務があるって、配偶者が C に、お母さん登記しないとあんたが売っちゃうと対抗できないから、よこしないさいって言ったらあげなきゃいけないんです。義務があるんです。配偶者居住権設定したからには B さんにあげる義務がある丸。こちらでございます。あと4番目。 4番に丸した方々、C は、こう建物、通常の必要費を負担しなきゃいけない。C って所有者ですよ。通常の必要費は、ただで借りてる B が払います。これね、あの、必要費って、修理の費用って、所有者である大家さんが払うって、賃貸借だとそうなんですよ。でもこれ、配偶者居住権って、使用貸借分かりますかだって、ただで貸してるわけじゃないですか。使用貸借のルールなんですよ。だ使用貸借がベースになってるから、 使ってる B さん通常の必要費払いなさいなんです。これ配偶者居住権では超大事な知識の一つです。なので、結局過去問じゃ出てないから、それは過去問じゃないから難しいんですよね。だから今年できなくても、だって正当率が36.8ですよあ。私はできてほしいんですよ。できてほしかったんですよ。それはなぜなら全力で抗議してるから、ね、自分のなんか攻撃できてできなかったらなんだみたいな言いたくなるぐらいのところなんですよ。だけど、実際、 過去問に出たものってこういうもんですよね。でも今出たんだから。もうこの問題は完全にちゃんとやっとかなきゃいけない問題ですね。ということでございます。次行きましょう。問いの8。63.9。でも多分難しい問題だと思うんですよ。読み込みが。で、バツ丸、ツなんですが、いきまーす。今回 A が未成年者で、えー、法定代理の同様時に C から立った C が A に売った建物を で、法廷代理人という親がいる、お父さんお母さんですね、いるんですよね。A が B の同意を得ずに、異性限の理由として本契約取り消した。なんか、やっぱりややだったから取り消すって言って。えー、親の同意取り消すのにいりますいらないですよね。要は、未成人者が取り消しするときって、未成人者の判断で単独でできますもんね。 だから、いや、取り消すのは親の同意なんていらんじゃないのっていうことでございます。罰。あと2番目、本契約締結に A が未成年者であることに C が全員無活だった。知らなかったうちのなく、A は取り消しできない。それ関係ないですよね。で、そもそも未成年者とか制限能力者、成年非公献人とか、もう絶対的保護がありましたもんね。この全員無活、取り消え安全そんなの保護する必要ないですよ。取り消しできますって、取り消しできない。罰。 あの、ここは、自信持ってそれなりに言ってほしいところです。善意向かす相手にも、ボケたじいちゃんとか未成人者勝てますから。この考え方を持ってれば罰ですよ。で、何が難しいかって言ったら多分3、4がね、難しいと思うんですよ。取り消しがなされないまま A は、少年大人になった。本契約が B に反対していたとも、自ら取り消し権を有すると知った A は、追認する、取り消さない僕って追認ができ、追認後は取り消しできなくなる。 丸。大人になった後に、もう取り消しませんって言ったら、それは取り消しできませんよね。だってちゃんとした判断力がある人になって追認したんだったら、それは取り消しでない。これじゃねえのと。ところが4番、ここでなんかもやもやする可能性があると思います。追認しないまま、A は青年に達する前に同意を得ないで売っちゃった。中途半端に勉強というか、まあそれなりに勉強したと,と法定追認って言うんですけど、取り消せる行為だけど、それを元に売っちゃったんですよ。 売ったからにはもう追認したのと一緒でしょっていう話があるんですよ。それ引っ張ってくると、あ、こっちも丸に見えると。でも見てください。大人になる前に売ってんですよ。未成年者の時にまた売ったそしたら取り消せますって。うん、だから大人になった後にもし売ってたら法廷追認という。取り消しできないんですよ。でも子供のうちに売っちゃったんだから、いやまだ未熟の,のうちに売ったんだから法廷追認ってならないんじゃないかなっていう、その、その、その、 感覚。うん。だから、あの、まず、そこまで行ってなければ、あの、そこまで民法行かなくても合格できるんですよ。うん。あの、あ、これ3番だな、4番聞いたことで4番。3番の方がマシだなっていう時点で。4番、中途半端になんか勉強してると、あ、売ったから法定推認こっちだろうと。なんで3番消して4番ですかと。うん。絶対3番の方が正しい確率高いと思いますよ。 でも4番、あ、これなんか、追認って売ったら追認になるって聞いたことある。じゃあ4番にしてみようっていう、その、う、あやふやな状態で散消して4にしてませんうん。で、間違える可能性ってあるんですよ。だから、これ、勉強しすぎると間違えるっていうパターンです。で、勉強したら、そこは完全にちゃんと理解してください。うん。だから、勉強するのはいいけど、広げて広げて、大風呂敷広げて、難しいことをやりだして、中途半端なのに広げすぎてる。それが、 知らない人と一緒なんです。だから民法の問題、結構民法を勉強しました。あ、でも3点でした。結局何もなってなかったんですよ。うん、だって何も結局だからあやふやすぎてね、えー。もっと絞ればよかったかもしれないですよ。うん、っていうのは、一度反省してください。あの、努力はね、あ、でもその努力は無駄になることないですよ。だってその努力ってまた来年に向けて積み上げられるじゃないですか。でもその積み上げ方がまた大風呂敷入けていろんなことやりだすと、本当に合格しづらくなっちゃうんでね。 うん。だからベースからどこをね、伸ばしていくか。そこはね、ちゃんと、過去も見ながら考えましょうよ。うん。ということで、ここのところ、8番。まあ、63.9だから、やっぱり取れてほしいけど、まあ、難しかったのは今のめないです。次、問いの9。41.4%。で、これもね、ちょっと残念だなあっていう感じはしたんですが、1番、3番、4番はあまり突っ込みどころないですが、2番が×。ここだけお話しさせていただきます。高建物の修繕が必要である場合において、 通知したにもかかわらず、映画修禅を直ちにしないときは、修禅することができる。そうそうそう、借りてる人って修繕できるよんだけど、ちょっとこの直ちにというところに反応してほしいんですよ。直ちに直ちに,直ちにすぐすぐすぐ,すぐと。じゃあ皆さん、大家さんですよ。私が、すいませんけどなんか壁はないんだんで、あのね、すぐ直してくださいと。ちょっと寒いから今日お願いしますよ。あもう夜寒いからと。無理ですよね。 直さな,ないじゃあもう今日夕方もう呼んじゃうから、コモテン。多いじゃないですか、えー。もう少し待ってくれよと。そうです。相当期間定めて。待つ。ある程度待ってあげる、えー。だからこれ、あの、実はね、2020年の改正前は規定なかったんですよ。ただ現実、大家さんに直してって言っても、そんなすぐ対応できなくても、 借主そう簡単にできなかったんですよだって借り主が直しちゃうって大家さんからしたら「いや俺知り合いの工務店って,て安くできるのになんでお前がよくわかんないとこ直すんだと」となるじゃないですか大家産業をやってると多分そういう気持ちになると思うんですよ、うん、だからある程度待ってはあげなさいっていう直ちにはおかしくないかとだから多分この問題はある程度勉強してると全部丸に見えるんですよ、うん、それで難しかったと思うんですよね うん、したらやっぱこの直ちにあたりが、これあれかなっていうところね、うん、まあ見といていただきたいなということでございます。まあそれ以外で間違えたらちょっと解説見といてください。そして問いの10。えー、正答率34.7。34.7ということは5割切ってますね。えー、あの間違えても問題ない問題です。間違えても全然問題ないです。じゃあ、間違えても問題ないんですけども、 実は、この低等権の譲渡とか放棄の問題って、回数的にはすごい出てるんですよ。正当率は上がらないけど。うん。あの、そろそろなんかやり始めている方もいるんじゃないかなと思うんで、まあ私も一作年あたりからこここれぐらい見とけばって言ったことがあるんですけど、放棄っていうのと譲渡っていうのの2種類があるんですよ、言葉。譲渡完全に上げちゃうこと。放棄一緒に使うこと。これだけです。 上渡は完全にあげちゃう。放棄は一緒に使う。あの、放棄するって、私が持っている低等器を放棄するったら、私と一緒に使うんですよ。皆さんと。上渡ったら完全にあげちゃうことなんですよ。っていう言葉の意味だけ捉えて、やると、できる問題が宅剣試験にはそれなりに出てます。というか、出てます。うん。それは取れる問題になり得る問題です。ちょっとコツつかめば。うん。じゃあ今回は放棄だから、 上げた方ゼロ円には絶対ならないんですよ。これ実はね、上としたっていうのでゼロ円になるっていう問題があるから、あ、過去になんかこんなのあったらゼロ円だってって、はい残念、放棄と上と違うからと。うん、まあ、それで間違えたらしょうがないですよ。だって成説三34点なんだから、間違えてもしょうがないですよ。ただ、放棄と上と違うよっていうのを知ってるだけで、ここってできる可能性あるんですよ。なんでかっていうと、これね、ちょっと難しいけどね、これも版書して写さなくていいですよ、こんなの。 A というのが土地持ってて、B が1番、C が2番、D が3番定等権でつけてましたっていう。で、まずあの民法の問題解くときに図書いてますかあの図書いてないってもうお話にならないんですよ。もうね、もう、あの、ちゃんと理解しようと思って、やったらね、図を書かないっていう選択肢ないと思いますよ。 うん、だから、あの、民法勉強頑張る云々の前に、あの、問題文、状況を読むのに図を書くって、それは癖つけてください。癖というか、もう当たり前なのを思ってください。ね、頭の中に描けたら別だけど、うん、なかなか緊張状態でそういうの無理なんですよ。そしたら、債務者 A が所有する土地、1、2、3番抵当権やりました、という、はい、こんな状態でございます。で、今回、B が D の利益のために、B が D に対して、放棄。 ということは、B と D と B さんの一番手と時一緒に使うって言うんですよ。えー、ちょっと全然わかんないけどと。うん、今から考え方言ってみます。まず結局これ2400万円ということは、この2400万競売で裁判所に金入ってきたんですよね。もし何も譲渡とか放棄とか何もなかったら、どう分けるかは知ってますかまず B が1000万円。はい、C が1200万円。 だと残り200しかないから D は200万円。1番、2番、3番、順番、1番が満足したら次2番、その次3番って。まあ実際は利息、最後の2年分とかあるから、ね、ちょっともうちょっと複雑だけど、もうこの卓研試験はシンプルに。え ?1000 万、1200万、あー残った D200 万。ところが B が D に、あげてるってどういうことと。うん、放棄ってどういうことと。共有になる。うん、ということはじゃあ B と D は、平等にあるんだと。いう感じなんですよ。 で、その時に、じゃあまずは、B さんは上げてくからちょっと置いといて、C は1200万円、何も影響なくもらえるはずなんですよ。2400から1200を引く、C さんがもらった1200、1万円を、B と D とで共有で使うんですよ。放棄って共有だから。あー、なるほど。じゃあ600ずつなんじゃないの違うんですよ、それが。6 0二じゃないですか、答えに。 再建者平等の原則っていうのがあるんですよ。再建額に応じて、平等に、1対2の割合、B は1000、D は2000万、1対2の割合で分けるんですよ、これ。この残りの1200を。はい、ゃこの時に1対2で分けるのに、1対2というので分け方、B1000 万だから1、D は2000万だから2です。で、じゃあ、1対2って、じゃどうするいいのぞ。両方足してください、3です。 それを分子、分子に入れてください、1。3分の1、3分の2です。で、今のこの話が、え、なんで1対2が3分の1と3分の2になるんですかって言ったら、あ、もうやめてください、この問題。あの、算数なんですよ。小学校なんですよ。小学校で勉強してなかったですね。というより忘れてますよね。ねえ、どう考えてもなんか、小学校卒業して10年以内の方言ないですもんね。本日ね。もうなんか20年、30年、山の半歳か忘れたよ、みたいな。それぐらい言ってますもんね。だから、もう無理だったら無理で結構でございます。でも、1対2っていうのは、 3を1と2で分ける。だから3分の1、3分の2という。それができるとこうです。1200万、3分の1だから、あ、3で割って400万。400万だ、きた、400万、3番という。あ、こういうことです。だから、上取って完全に上げちゃう。放棄って一緒に使う。それをグリップちゃんとしとけば、実は、そんな難しくないですよ。うん。 ただ、ガリガリに押さないのは、ね、あの、いや、この算数の問題も全然無理です、みたいな。ね、これをできないと合格しません、みたいに言うと、きついじゃないですか。うん、というか、実際できてないから、わ、うん、かりますよね。この正答率見たら。うん。だから、できてなくても合格、合否関係ないですよ。この問題やんないと合格できないのかダバからなぁと。うん。それは確かなんですよ。あでも、できたらやっぱり嬉しいじゃないですか。まだ、あの、意外と1年って、長いようで早いんですけど、でも、まだじっくりやる時期なんですよ。だから、あの、リベンジ図る方は、この時期はやっぱり民法です。 民法をじっくり要請してください。あの、直前になると私逆のことを言いますからね。今民法やってる場合じゃねえぞと。やってんな、業法制限じどうするんだと。そうなんですそれ言わないとね、救える命救えないんですよ。直前期ラスト1ヶ月ぐらいのところで民法もちゃんとやりましょうって言うと、落ちる方続出なんですよ。もうブレブレで。えー、あ、民法なんてやってる場合じゃ、あ、もう業法制限に命かけろって言と結構かかるんですよ。うん。あの、いう時期によって違います。今の時期、業法制限頑張ってやるのも悪いことじゃないです。でもどうせ忘れます。 だってもう来年まで持ってます、ね、知識入ってますうん。何度も繰り返してやって覚えるためにやるのもいいんですけど、でも考え方とかじっくりやるのは今ですよ。うん。だから民法が私はいいんじゃないかなとは思うんですけど、という次第でございます。はい。次、問いの11。××××丸で、これ正答率が66.6%。取りべき問題でございます。で、まず一番は、 正しいものはどれかで一番罰ですが、10年減額しないっていう特約を定めた、減額できない。あの、減額しない特約ってさ、借地借下法で無効じゃないですか。仮にし吹いて。あ、これはダメだ。え、罰だ。罰、あの、減額しない旨の特約は無効だから、減額できちゃいますね。できないは罰。これは絶対に欲しいとこですね、罰で。あと2番目。 事業用のアパートを目的で、賃貸アパートの事業用の建物である場合、更新や延長がない旨を定めるには、公正証書で合意しなきゃいけない。で、まず、この問題、期間を50年ってなってるんですよ、すでに。だから、期間50年だから、長期の定期借主権。それ使えるから、事業用定期借主権にする必要がないんですよ。そもそも事業用定期借主権って居住用ダメじゃないですか。 ええ、でも50年だったら、もう50年でさらちに戻すような事業、事業用じゃなくて、普通の長期の定期借地点できるんですよ。じゃあ、普通の長期の定期借地点は、公正証書、必要でした書面でよかったですよね。え公、え、正証書じゃなくていいですよね。うん。まあ、今だと書面または電磁記録。ええ、どっちかでいいんですよ。公正証書である必要ないぞ、罰です。ここ、丸つけちゃう。まあ、ここ、多分この問題って、権利の中では合否分かられる問題です。この問題は。 着地着火法って絶対手を緩めちゃいけないんですよなぜなら難しいんですけどすっごい狭い範囲から2問絶対出てくるんです賃貸借入れると3問とか4問出てくるんです権利関係って14の7取れば御の字って言われるじゃないですかこれ絶対的なものにしてほしいんですよだから借地借地法って民法と違って感覚じゃ解けないんですよハートじゃ解けないんですよ常識じゃないんですよ覚えなきゃダメなんですよしかも覚えたところでどこの知識使っていいかっていうのが最初分かりづらいんですよ あれ、どれ使うんだけと。ね、もう答え見ながら、テキスト見ながらでいいから、じっくり取り組んで、完全にものにしましょう。借地借家法は最優先です、権利関係で。で、あの、そうい言っても、キャッシ,ャシャをやんなくても受かったとかいう人がいるから、なんか、じゃあ自分もいいかみたいになるけど、もう、気を対抗こか考えたら、借地家法最高ですからね。 うん。っていうのを何度も言ってんで、え、もう今のうちからシャクシャクをやらないといかんって言ってたなって意識持ってください。で、ちなみに3番は、その利用、その終了の遺憾に関わらずっていうところでピピッと来たがです。うん。いや、買い取り請求できるっていう聞いたことあるなーで、丸にしたっていう方もいますよね。でも遺憾に関わらずって、あれ何があ、債務不履行とかってピピッときますうん。あの、こういうの難しいかもしれないです。慣れないと。問題慣れしないと。 いかんにかかわらずっていうと、あれどういう状況あ、債務不履行だとこういう買い取り請求ずうずしいこと言えなかったなって。それがね、きっとね、ひらめくかどうかっていうのは大事な点です。うん。だから、ああ、そうかそうか、それでかと。で、あと4番なんですが、期間定めない契約で意義を述べ、更新拒絶正当な自由が止めるときは更新されない。正当じ由はりゃんで更新されない。丸です。あ、問題なく4番は何もないな。だから、3と4迷う可能性。まあ、2番ももちろんですけどね。 うん、3番、4番で迷って、4番はやっぱ決定だとして欲しいところだなと思います。借地借家法って正当率ね、あの基本的な、これ基本的な問題の部類ですよ。それでも正当率6割とかなんですよ。えー、これ、合格者正当率は多分8割ぐらい言ってんですよ、うん。で、不合格者正当率は5割切ってるんですよ。うん、それで6割ぐらいになってるんですよ。だから合否分ける問題の一つだと思って結構でございます。次、問いの十二 1>, 1罰、2罰、30、4罰。で、まずこれ、正当率65.8。これも取りたい問題です。65.8なので。で、まず、期間1年未満とする場合は、期間を1年とする。ブー。1年未満の場合は、期間を定めないものとする。定めのないものになる。うん、これは暗記事項です。シャクシャク顔で1年未満だと居住短いよ。1年ダメ。うん、期間が定めがないものとする。バーツ 2番目、減額しない特約れは有効、×。減額しない特約、2問も出てましたね。私ね、×です。あんなの借り主に不利だの、だめだよ、×、無効。で、3番、これ、言ってる意味、分かったかどうかというのは、まず第一にあると思います。これって、じゃ例えば私が皆さんに貸してるんですよ。で、私が貸して、私が誰かに売った、要はオーナーチェンジです。そうすると、所有者変わったら、大家さん変わりますよね、普通。 よく見ます。賃借人皆さんが引き渡しを受けてます。当該建物の賃貸人私です。当該建物上渡。誰かに売ったんです。建物の上渡人及び譲受家人、私とその訴えて手です。賃貸人たる地位を上渡人に留保する旨。及び、当該建物の譲受家人が上渡人に賃貸する合意をした。何言ってたこれと。やっぱ一緒になりますよね。でもよく考えると、 私が皆さんに貸してます。で、私は売りました。でもそのまま私は貸し主として皆さんに貸してるんです。でも売ったんです。で、売った人は私に貸してもらうんです。サブリスな関係です。サブリスっていうのが分かったらここのところね。要は、その売った人が、要は元の所有者ですよ。で、うちが間に入って皆さんに貸してる。要は、私は皆さんに天体状態になる。その話がこれなんですよ。 うん、これ別に昔からやってたことなんですけど条文化財で新しくできたのが2020年なんですよ、これ、話が。で、賃貸住宅警戒してで、ね、この前、ついこの前、日曜試験あったんですけど、あれだと、ね、何度も何度も出てる問題なんですよ。これね、完全にね、託検試験も賃貸って寄せてます。賃、うん、あの,鎮の問題あの使ったり、賃、ね、貸も宅建試験の問題使ったり。 やっぱり同じね、あの、国交省絡みで、やっぱりあの、趣旨に似てるような感じにしてるから、完全に近づけてるんですよ。だからそういうのって対策してた人もいるけど、まあやっぱ3番自体自信持ってまるは難しいでしょうね。いや、なんか難しいなーあでも天体になるっていうことかなーうん、じゃあとりあえずわかんないから、はてなつけとこう。4番、現行賃料定めたとか一定期間経過しなければ、賃料増減請求を認められない。あのー、賃料設定したけど、急に相場が上がった、下がったりしたら、できますんで。え、ね、一定期間なんてそんなルールないので。 いや、こんなんないぞと。で、相場が変わったらだから、え、な一定期間なんてそんな期間は決まってなかったぞ。バツかな ?3 番。だからやっぱり難しい足がね、まあ3番もそうだけど4番もだから難しいっちゃ難しいですよ。ただ、多分3番って、うん、過去んはんじはないけど、え、ね、あ、これ聞いたことある、なんか模試とかで見たことあるとか、あと4番をバツにできれば消去法でできたという。うん、なので、まあの難しいとは思いますけど、 65.8。やっぱりなんか、消去法でできた方が多かったんですね。うん。ということで、やっぱり今回、できてる人も多いんだから、次回、もし出たら、できるようにしときましょう。次、問いの13。周回4分の3以上の同意があるときは、召集手続きへないで開くことができるツ。4分の3ですかツ全員でございます。全員です。うん。だからツピンポイント。うん、だからこの2番で、ツ絶対 80.、80.1%正当率。 で、い、2番が罰で、やっぱりもう、ピンポイントでできなきゃもう覚えてなきゃいけないんですが、4番の聞き方がまたいやらしいんですよ、これ。えー、区分所有者が8人である場合、3人が反対するときは変更できないうん、3人いたらできないかなっていう、そういう気楽な人だといいんですけどね。いや、ちょっとどうすりゃいいのこれどうすりゃいいのと。これね、あの、規約の変更って4分の3の決議いるじゃないですか。ということは、4分の1超えたら反対がいたらダメじゃないですか。 あの、そうするとね、あのー、8人いるので、8人4分の1って言うと2人なんですよ。うん。じゃあ2人ということは2人だったらいいんだけど、2人超えたら、要は3人いたら、反対者3人。4分の1超えてますもんね。っていうふうに計算するといいよ、みたいなのが書いてあります。解説に。要は、4分の3の決議なんだから。4分の1いたら、反対いたら、ダメじゃないですか。あそしたらもう3人いたら2人超えたから、3人だから、できないなと。 うん。あの、自信持ってじゃなくてもいいけど、とりあえずこの2番で罰つけられなきゃいけないってことはよろしくお願いします。えー、あの、この2番は過去問に出ている基本知識だと思ってください。うん。なので、できるべき知識だったんでございます。えー、あと1も3もできるべき知識なんでございます。4番だけ洋画家か方です。だから間違えるとすると、ここは4番がやられちゃったっていう方は多いはずでございます。はい、問いの14いきます。正答率72.5。2番、罰。 これ、1、3、4間違えたらよく見といてください、解説。もう知ってるか知らないかで過去問レベル。そして、2番、何人も理由にかかわらず、投機会やし、停なして、登記簿の付属書類である申請書ですらバーツあの、登記って、登記事項証明書、土地とか建物、誰の不動産でも、どこの物件でも自由に見れます。金払えば。それは登記事項証明書、投本と呼ばれる、登記の内容です。これは申請書です。 申請書とか申請書の添付書類は、利害関係人だけです。うん。例えば、あの、使用書士がね、前の登記どういうふうにしたか、ね、申請書とちょっとそれ見たいなとかね。あの、一般の人が利害関係あることは、まあ、あんまないと思います。うん。だから、これ、あの、登記の付属書類である申請書いや、それはなんか無理でしょうと。登記の内容は誰でも見れるけどと。過去問です。これ。ええ。 だからできるべき問題なんでございます、× 72.、72.5以上、次、問いの1あ、もうちょっとやったらあの休憩の時間済ますね、問いの1十88.2、できるべき問題です、×××丸まず、市街化調整区域って、抑制なんですよ、こう放置すれば将来、アウチみたいなのは、準都市計画区域というやつの定義だったはずです。 あの、これ思い出せなかったらちゃんと勉強してください。都市計画の入り口です。次、高度利用地区、健全な高度利用っていうのあってるんだけど、高度利用地区で高さだはツです。高度利用地区は容石検兵。高度な利用率の話なんで。高度地区、高さ、高さは高度地区。高度利用地区っては容石検兵。え、高さじゃないツ。3番目、特定用途制限地域。特定の用途を制限する地域。用途地域が定められている区域、ツ。 ない区域です、うん。あの、今日講義の時間じゃないので、あのー、これいちいちやりませんけど、用途地域が定められたら特別特定用途制限地域いらないんです。用途地域がないから、個々にカスタマイズして、この地域はこういうのダメよと。特定の用途を制限しなきゃいけないと、うん。これ言葉ちゃんとやってたかどうかです。で、最後4番目のこの地区計画。小さなづくり。これ、都市計画にならなら一定要件満たしはどこでもできるっていうイメージ持ってください。一定要件満たしはどこでもできる。調整区域でもどこでもできる。 ええ。という、まあ、講義だとそういう覚え方なんですが、過去問です。丸。ということで、この問いの15、過去問そのまま丸系でもできる問題です。ということで、できないとまずかった問題。それは過去問をちゃんと見ましょうという問題でございました。次、問いの16。正答率80.9%。うん。やっぱできなきゃいけない問題です。じゃあ1番。 開発業が申請しようとするものは、あらかじめ、関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない、丸。関係がある管理者、同意までいる、丸。結構基本的な問題なんですよ。これ。え、将来の設置される管理者は協議。関係ある公共者は同意、丸。二番目。変更しようとした場合、届け出じゃない許可です。警備な時は届け出。 なくてよ罰届けてですあの許可もらった内容を変える時ってね許可もらった内容変えるんだから許可もらえ直しです許可ですでも警備の場合は届けてていいですよっていう話をちゃんと覚えていればこの2番は罰ってできるはずだからこれはできなきゃいけない問題3番目開発許可を受けたものはい 検査済み証拠をされたら、主体なく広告しなきゃいけない。あ、広告ってあったな。ここに間違えた方はね、9.8%かなんかいて結構いらっしゃるんですよ。あの、広告っていうのはあるんですけど、開発許可受けたものが広告じゃないんですよ。知事が広告するんですよ、これ。うん、あの、これ、やった人ですよ。やった人がカッポとか県の広報とかで広告するおかしくないですか、うん、知事なんですよ。だからここ、主体が違う罰。4番目、市街化調整区域。 開発区域の区域外で、開発許可を、行為を伴わない場合であれば、許可を受けなくていい。調整区域って基本的に建物だけでも許可がいる。あの、開発行為に当たらなくても、建物建てる、いじるだけでも許可がいるという。調整区域って自然残す区域だから、えー、開発行為に当たらなくても、建物だけでも許可がいるんですよ。だから、許可を受けなくてもよい。いや、基本いるから罰でございます。うん。 だから、これってね、多分、開発行為の問題だと、開発行為伴わなきゃ全てのもの、開発行為の許可はいらないよね、なんですよ。開発行為じゃないから。でも、調整区域は建物建てるだけでも許可がいるっていう、そっちの話なんですよね。うん、そこで間違えちゃったらちょっと惜しかったなっていう感じがする問題でございます。はい。次、問いの17。93.8%。これね、3番がツなんですよ。順防か地域内。 の建築に関する規定。防火と準防火、またがったら厳しい方、準防火じゃないよ。防火地域ですよ。×。すごいですね。ほぼ100%ですもんね。うん。という、ここでピンポイントの問題です。で、1番は災害危険区域多分丸だろう。あと2番も1500超えるとかはっきり覚えてなくても、これちょっとね、あの、やってるやってない人はね、差が出ると思います。この2番って。で、わかんなくても、絶対3番だっていけなきゃいけないですよ。この3番は。 うん。だから2番知ってる知ってないはそんな問題じゃありません。あと4番。顕在、恐れがないものとして定めたものを除き、使用してはならない。アスベストって絶対ダメってイメージ持ってると、ここを罰にする可能性なあるんですけど、その石綿も認められる部分あるんですよ。うん。基本ダメだけど。うん。ダメって覚えた方がいいですけど。でもここを、いや、恐れがないものとして認定したたら、まあそれは除くけど、使用してはならない。まあ全体的には罰かなと。まあ3番で圧倒的罰だったから、これだけの点数だったと思います。パーセンテージだと思います。 だから、結構2とか三4あたりも、あの、自信持って丸はできてないです。おそらく、合格者のレベルでも。でも、3番が圧倒的罰だからというところで、やれていただきたかった問題でございます。以上でございます。はい。じゃあ、すみません。ちょっと、キりがいいところなんで、10分ね、あの、休憩入れましてね。で、また、半分残りね、テンポよくやっていきたいと思います。じゃあ、10分ほど休憩させていただきます。はい。はい、それでは、再開させていただきます。では、えー、続きまして、問いの18。 これ、法令の中ではね、難しい問題でしたね。53.4。で、53.4ということは、やっぱり絶対っていうとちょっと厳しいなっていうところで、まず正解番号は1番でございます。1番が丸。で、難しい言い方ではございましたが、順防化地域で順対化、かつ、アンド、角地でさらに測定行政庁が指定しているということは、10分の1のおまけと10分の1のおまけで10分の2がおまけになる丸だねと。 うん、あの、長い文章でこれだけ長くてね、あの、丸っていうのはやっぱなかなか難しいんではあるんですけど、10分の1の負けと10分の1を負けるから10分の2だよねっていうので、1番が丸でこれです。で、あとは、2番のところはそうですね、地盤面下に設ける建築物同様ではないですよね。だって建てれますもんね。で、何が難しいかってやっぱ3番なんですよ。で、先に見ときますよ。4番×。これね、そんなないないです。 当時日だと、日英規制の対象区域内の土地に迷惑かける外の建物適用されない罰。外でも、日英規制の区域内に当時日。年に一番影が長く伸びる日。その日に影を落とすような場合、対象になりますもんね。っていう話は聞いたことあってほしいです。なぜなら過去問だから。えなので、4番ツ2番ツところが、この3番。1と3で、この3番がね 31.、31.1%いらっしゃるんですよ。 ということは、かなりいらっしゃるはずです。で、なんで多分3番にしたかって言ったら、負荷できる、丸。あのー、建築基準法って命なん全と最低基準なんで、厳しくはできるけど甘くはできない。負荷はできるが緩和はできない。だから負荷ならできんじゃないのっていう風にやって、あ、これが3番だってなったと思うんですよ。うん。でも少なくとも1番は丸かなって思ってほしいんですよ。で、3番丸かなって思うのはしょうがないんですよ。負荷はできるが緩和はできないって。だけど、この問題は、3番。 一戸建ての住宅、ここがポイントだったんです。うん。一戸建ての住宅の場合は、この負荷とかはさせないんです。なぜなら密集度低いんですよ、住宅って。だから、こういうのをやらせる必要がないんですよ。孵化させる意味がないんですよ。うん。人の密集度が低いから。えー、だから、これね、あの、建築基準法って、厳しくなら何でもできるっていうわけじゃなくて、これ結構最近の改正、何年か2、3年ぐらい前のね、ところでできた話だね。長屋の話で。 あの、さすがにやってなかったよ、ここ。ね、知らなかったよって、全然問題ありません。うん、ただ、1と3と、どっちがメジャーかって言ったら、1番なんですよね。うん、某下で、対火順防順某下で、対火順対火10分の1は負けて。えー、これはね、絶対誰もが聞いたことあるはずなんですよ。うん、だから、どっちかって言うと、1番のが、うん、こっちかなって言って当たったというのが、実だと思います。 なので、これ間違えてもしょうがない。だって最終的に一度3で3迷って3につけたら、それはしょうがないですよ。負荷はできそうですもん。えー、でも、あこれこだてだとね、そんなのさせる必要がないのね。密集度低いからね。っていう。まあ、それが理屈でございました。あと、次の19番なんですけど、90.4%。はい。1番×。宅地造成工事規制区域ない。造成宅地防災区域してできる×。被らない、絶対に。 ええー、宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域で陰らない。趣旨違うので。うん、というところで、あ、これは聞いたことある。過去問でも聞いたことあるので、罰ツってほしいところです。で、実際にもさんとかも丸だろう、丸だろうぐらいで、丸だろうです。あの、そんなに自信持って丸はいけないと思います。あと4番目。はい、行おうとする場合、日程の場合の時、届け出が必要となる。うん、丸。で、なんかね、あの、少ない、 人数なのかもしれませんがあの14日前までに届け出なんですよだから14日って書いてないから罰にしちゃいましたっていうね、うん、あのそれはまずいですねあの聞かれてることに答えないと「届け出いりますか届け出です、うん」でも14日前だけど届け出がいるか聞いてるんですもんこれが1週間前とかだったら罰だけど前日までとか書いてあったら罰だけど届け出がいるのは確かなんで、えー、だから14日前って覚えてて14日って書いてないから罰とかいうこれ問題演習が足りないと思います え問題の聞かれたことに答えるっていうのをやらないと、いくら暗記しても、間違えるところ多くなる、なると思いますよ、うん。だから今回この問題は、1番で圧倒的罰で正解選んでください。次、問いの20。正答率72.4。これ、4番が罰なんですけど、土地区画整理組合が、土地区画整理審議会の罰。 あの、土地区画整理審議会ってこれは公的な施行の時だけなんですよ。民間施行じゃないんですよ。公的、お役所がやるところのお目付き役なんでございますよ。だから民間施行を、いや、土地区画整理組合いや、こんなん、おれないし、と。ええ。だから、公的のみだから、で、実際に、ね、総会とかで同意してもらってやるんですけどね。うん、これ、土地,土地区画整理審議会は民間施行にはないから罰と。 これ難問取るときに結構いいですよって言ったらもう正答率7割まで来てますね。あの昔超難問で10年ぐらい前だと、いや正答率3割、これは難しかったぜって言ってたんですよ。うん。でもこれ土地区画整理審議会ってこの10年でも何,回か何回か出てるんですよ。もう今じゃね、もう取れなきゃいけないものルになってます。 うん。だから、こういうところってやっぱり、うん、こう聞いとくとね、あの、やっぱりいいと思いますので。で、あと、それとね、戦うのが多分2番あたりで、これどういう意味か分からずに2番を罰にした方はいらっしゃると思います。現に施工されている施工地区内となっている区域については、その施工者の同意がなければ、その施工者以外のものは土地区画整理事業を施工できない。丸。当たり前なんですけど、区画整理やってるところで別の人が区画整理やる被っちゃうじゃないですか。いや、今僕やってんだけど、じゃないですか。うん。だからできないんですよ。 ただ、え、しょう、同意をじゃあ逆にあればできるのかって言ったら、あの、同意するとね、新しい人に引き継ぐんです、これ。うん、あ、じゃあお前のところでやるかあ、じゃあいいよってね。だからね、一つのね、場所で土地格整理が被ったら、町逆にぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。うん、被らないんですよ。だから他の区画整理できるわけねえだろう。うん、同意を言なければ、まあ、同意してどうなるかわかんないけど、まあ、とりあえずなんか、バにはできないから、次っていう感じでやれたらよかったねと。うん、だから、 なんか4つで全部一問一答でこれ102030って言ったら多分そんな正答率いかないですよだから個数だと凶悪な問題になりますよこれでもや2と4と比べたら4万圧倒的罰なんでねうんっていうところで取れるべき問題だったということなんです問いの2180.2%これ2番罰4 r 罰2 r 未満だから 2R 未満ならねと 4R 4R、2R 目まじゃないじゃんじゃんダメよ罰って必要だから罰になるんですけどこれに、まあ、一番ね、一番もまあまあ難しいんですけど、あのー、相続に該当しないものが特定依存ということは、いや、部外者じゃんね、相続と違うじゃんと、許可いるで、丸で、うん、これはね、結構できてたんですけど、うん、4番なんですよ。で、3番もごめんなさい、もう当たり前のし足にしかない。4番。これが難しかったんですよ。 で、なんでかっていうと、多分ある程度ちゃんと勉強してると、農地所有的確法人ではない、所有権、あ、農地的確法人じゃないと所有権もらえないはずって覚えてるはずです。結構最近に出た問題があるんで。超難しい問題だけど、そこを覚えてるんですよ。うん。で、それが4番罰って思っても2番をツにする理由にならないですけどね。もう 2R 未満で 4R って圧倒的な、もうぶっちぎりの罰なんで2番が。 うん。だけど、あれこれ、でも、法人、適格法じゃないから許、許可入っても所有権無理っていうのをどっかで見たぞと。でもよく見てくださいよ、このか業務に必要な施設のように共有すると認められるって書いてありますよ。あ、自分知らないけど、なんかそういう例外とかはあるかもしれないな。そこまでは覚えてなかったけども、あるかもしれないな。自信ないな。じゃあ2番でしょ。うん。だからこういう時に、 ちょっと難しいけど、中途半端に農業農地所有的確法人は所有権無理、許可もらって無理っていう話がちょっと何年か前に出てるんですよね。借りるのは許可あれはできるけどと。うん、そこにこだわりすぎて2番が見えなくなっちゃうっておかしいんですよ。だって2番って 2R 未満とかって、絶対的重要な何度も出てる足じゃないですか。足なんです。だから過去問をやってくださいなんです。だから過去問をちゃんとやり込むと、過去問で圧倒的知識が入るんですよ。 それと違う知識があったら過去問を優先して答え出すと当たるんですよ。それがなんか中途半端に難しい資格のね、学校の問題集とかいろんなのやり出すと、いろんなこと入って難しいこと入って、ひっちゃかめっちゃかになって、それで結局ブレちゃうっていうね。うん。あの、この問題は申し訳ございませんが、絶対できないとやっぱまずいですねっていう問題になっております。2アル未満だから。問いの22。はい。86.8。1番が丸。国からだから必要ない丸。1番。もう圧倒的ですね。 で、あとは、2番も、相続だからいらないねで、罰で、3番は、C を呼び入れて、売り主はいらないねで、罰で、2番も3番も、普通の2罰。で、難しかったのは4番で、重要土地調査法による特別中止区域になりこれと。昨年地味に改正されたところなんですが、あの、国の軍事基地とかね、あるようなね、そういう場所なんですよ。知らないですよね。200以上だとこれ、 やれよ届けとかしろよっていうの話なんですよ。知らないですよね。うん、じゃあ知らないんですよ。ハテナなんですよ。じゃあ、1番丸で4番知らないから4番に丸するって全然意味がわかんないです。うん。あの、知らないのに丸するって絶対やってはいけないことなんですよ。あの、正解詞にマークするって、もちろんね、消去法で正解詞が超難問で、うん、マークする問題もありますよ。20問、1問ぐらいは。 でも出題者っていうのは大事な足だからマークさせたい選ばせたいちゃんと勉強してた大事なところ分かってるって言ってマークさせたいんですよだから難しい足と基本的な足と難しい足で迷って4番もそれっぽいなと思ってそれっぽい方にマークはしないでみてくださいそれだけで正答率が上がりますそれだけで、えー、あの出題者の思考回路ですだから難しい問題を解けないと受からないんだってなってきちゃうとだからね年数が経てば経つほど卓研って受かりづらいんですよ 勉強した知識は積むはずなんだけどもっとやらなきゃもっとやらなきゃってなんかマニアックな方向行っちゃうんですよねあの一度戻してみてください戻すのは何やらいいかって言ったら過去問でございます、えー、過去問をもう一回精査するっていうねその作業をやらないと合格って本当に難しいんでねしっかりやっておきましょう4番「はてな」でいいです全然だからはてななんだからマークしない方がいいよっていう教訓問いの23いきましょうか84%はい1番ピンポイント 3通作ったら3通とも晴れよです。で、2、3、4もね、これ、罰にちゃんとしてほしい。2番は、5000万と6000万区分して、受け置いと売買。一つの契約書で作ったら高い方。高い方の6000万です。罰。って問題です。あと3番、増与するっていう増与契約書。増与って、基本的にタダだから、2000万とか書いてあっても、増与だから、タダだから、記載金額がない契約書として。 2000万円じゃありません。記載金額がない契約書です。罰。と。もう意思税の普通の問題です。4番目。1000万減額し9000万円とするってなった時に、1億円から9000万減ってますね。記載金額がない契約書です。1000万円じゃないです。罰。過去問。全部過去問のオンパレード84%。落としちゃ超まずかった問題です。で、24。これ、正答率51.1%。 一見簡単そうだけど結構奥会難しかったという感じの問題だと思います。ただ、一番の罰、あの、特別徴収は罰にしてほしいですね。納税通収が来る普通、普通徴収。普通の、通常のやつです。うん、だから、これ、特別じゃねえぞ。普通徴収ってやつはね、特別じゃないぞです。二番、これ、難しいと思います。目的税。はいみたいな。 でまあ、大体、講義とかだと、まあ、どこまでやるか分かりませんけどあの固定資産税に似て異なるけど都市計画税ってあるんですよでこの都市計画税っていうのは街、ね、づくりのための目的税ってやつなんですよ、うん、でもその目的税じゃないものは別に目的特にないだから目的税じゃないこれも普通の税金です普通税です、うん、だから都市計画税って目的税って言ってたけどそれ以外は言ってないっていうことは違うのかなっていうちょっと難しいですよねでも分かんないから果てながらまあ妥当だと思います あと3番目。不動産取得税って不動産の取得に対し、不動産所在の市町村特別区において取得者。不動産取得税って市町村ですか徳川とかの区ですか市町村ですか違いますよね。不動産だから不動産は都道府県税なんです。あの、これ覚え方は不動産で、不動産で、どうで、都道府県でどうどうつながり。陰踏んでますね、陰。 日本人だから、インとは言わないけど、不動で、都道府県で、道道つながりで、都道府県なんですよ。あ、これは、これは罰だろう。特別権よくわかんないけどと。うん。言っても罰だろうと、市町村のわけないだろうと。固定資産税じゃないから。ええ。4番。これが丸です。不動産宿税は市町村とか特別区に会社は勝つことできない。いや、市町村とかね、ね、この東京23区みたいな区がね、取得したときに、いや国絡みに税金ってかけられないんじゃないかな四4番丸。 っていう問題です。ただ過去も見たことないですよね。うん、だから難しかったんですよ。だから難しいから、いやちょっとわかんねえな、どうだろうな、特別区とか市町村、いやできちゃうかもしれないな、あの役所だからって取られることもあったから、ような話もあったからな、迷った。で、2番か1番か、どっちか、2番か4番か迷ってっていう可能性があると思います。だから、結果が出てんじゃないですか、51.1。ええ、まあおそらくやっぱ迷われたんですよ。うん、スパッとできた問題じゃないんですよ。 うん、じゃあ、スパッとできた問題じゃないんだったら、正解しと、ね、え、あ、目的税って言うんじゃないんだっていうね。まあそこら辺、へえ、まあ来年まあ出ないと思うけど、まあ出たら見とこうぐらいに見ていて流しとけいいんじゃないですか。っていう問題でした。はい、問いの25。正答率82.2。絶対です。絶対取りたいやつです。で、1番、減価法。今作ったらいくらっていう。減価法は、 収益価格を含め、もうこの時点でおかしいですよね。で、収益価格について、原価修正をこって、批准価格。すごいですよ。全部なんかオールスターで出てきましたね。うん、全部の要素がね。もう圧倒的罰ですよね。もう原価で、え収,収益出てきて、取引きで比較法も出てきましたよ。いやもう全然もう、ちょ、っとっ散らかっちゃってません、これね。うん、なんかもう説明する気力もないです。2番目。土地のみである場合は、いかなる場合も適用できない罰。 あの、不動産鑑定評価ってなるべくいろんな形、いろんなやり方をね、あの、仮説立ててやるんですよ。あの、できないとかすべきではないとか言うとほとんど罰です。うん、っていう考え方もある。いかなる場合も、いや、造成工事絡めは土地もできるから、というのはね、まあ、これ解説です。2番罰。あと3番目、事情補正できるものだっても許されない。こういうね、投げやりとかね、諦めの境地はね、罰なんですよ、この問題。え、ね、え、それでいくと、あ、罰、罰、罰じゃん。じゃあ4番だね。 で、これ4番出てて、あなんか同一受給圏内の大体の何とかって、はっきり全然意味はよくわかんなかったけど、見たことある。でも意味はわかんないけど、1 2 3発だからという消去法です。だから、これ、珍しいですよ。難しい問題だけど、正解ししなきゃいけなかった。でも、123がやっぱり取れてほしい問題。なぜなら、過去問なので、え、ね、いう問題だった。だから、鑑定評価って、まともにテキストを勉強して理解しようとすると、超難しいです。 でも、過去問で、過去問で、過去問の範囲で過去問でちゃんと取れるようにすると、見たことあるからとか、え、あ、出たことあるなとか、そういうので取れるように、大体出してます。だから、鑑定評価って、勉強自体は難しいです。でも、ざーっと読んで、なんとなく理解したら、問題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 。それでね、詰めていくと、卓研試験の鑑定評価は、できる確率が高くなる。え、それは、なんかしといくといいと思います。はい。じゃあ、その次。今度ですね、問いの26。まあ、卓研業法結構テンポよくいっちゃうんですけど、まず、 丸×、両方、問いの26だから、よし、両方やるぞ、両方はできるはずってみたら、うえ、個数だし、しかもなんか難しいしと、これは出羽をくじくには最強ですね、であのこれね、出題者は、私、分かったことがあって、資格の学校のね、講師が言うことなんでこんな下々の言うものが言うことなんて、絶対聞いてないと思ったんですよ、私、レックの講師になったときに。 意外と聞いてるって分かったんですよ。えー、こういう風に出るからって言うと、そういう風に出さないみたいな、えー。で、いろんな会社がね、ここは出る、ここは出る、改正点だから超重要だって、あの、非着室士っていうのが着室と同じ取り分になったっていう。もうあの年、今でも思てるんですけど、もうどこもね、模試でガンガン出して、出る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 って言ったら全然出ないんですよ。いや、聞いてんじゃん、あいつらっていうね。そういうのがね、ずっとあって、ああってなったんですよ。うん、だから、他県業法からやる、えー。そういう指導してるところがいいから、業法で。 見に物を暮らしてやろうっていう。えー、そういう感じで出してるんだと思いますよ。だから、両方でも難しい問題だったらスルーしてくださいよ。うん。で、あと帰ると冷静になると結構できたりするんで。で、まずは一番は、というか、あは、これ承諾いなければできない。そう、承諾ないとダメですね。あと二番目、電池機方法で、宅建証を明示する必要はない。これツ。あの、説明とかじゃないけど、ちゃんと押してる人誰なのかっていうので明示いるんですよ、これ。 いやーこんなの聞いたことなかったなあと。うん、だから難しかったと思います。でも66.8だから、なんか、あだってたんですよね。ま、あ明治はまずいかなって、その、そこだけで多分、罰かなってなったと思います。よく考えると間違える可能性がある問題だと思います。あと、う、提供されたワイルへの記録、トリッキーの相手が出力する方で、書面を作成できるものでなきゃならないもある。これ、プリントアウトできなきゃダメです。プリントアウトできない。これはね、聞いたことあってほしいですね。あと、え、 当該提供するファイルに記載された記載事項について改変が行わないかどうか確認することができる措置を講じなきゃいけない。丸。で、多分ね、あの、いい丸にして絵とかをバツにしてたまたま当たってるっていう方もなんかいるんじゃないかなと思うんですよね、これ66.8って。うん、あの、実際不動産業者やってて、こんな措置できねえよ、うち、みたいな。え、ね、それでバツにしたとかね、実際いるんですよ、そういう人が。たまたま当たってたけど、みたいなね。だからそういうたまたま当たりも含めてのこれ66.8だと思います。 うん、ただ、宅建業法の過去問だから宅建業法出出たものはちゃんとあもいもうもえも見直してください、ええ、それはもう宅建業法だからあの宅建業法って満点なっていきましょうってどこの会社もどこの学校もみんな合格するための人は意識していくんですよ出たら取れるようにしていく、ええ、もう宅建業法の鉄則なんで今回間違えても私はなんかしょうがないかなという気はします次、問いの27 78.8% 〇〇〇×。で、これはね、37条書面。構造体力上主要な部分について、当事者の双方が確認した事項記載×。バ買だけで貸借いらない。絶対これだって選べてほしいところです。ピンポイントです。78.8。知ってるか知らないか。これ、1、2、3にしたら、もう一回見直して、4番×、えー。自信持てるようにご確認ください。次、問いの28。91.5。 で、違反しないのが絵だけしない。あと、違反、違反、違反。あの、来ないでくれって言ったのに、別の従業員で、じゃあお前行ってこいみたいな、いいわけないじゃないですか。えー、これ面白い問題だと思いますよ。うん。で、あと、不実のことと認識しながら、急いだ方がいいって、いいわけねえでしょえー、あと、23時頃、エッチの自宅に電話かけ、勧誘を行って、生活の平穏を害したって言ってるんですよ。 いいわけないじゃないですか。こんなの。で、4番目。応援させることを省略。ここ。出ました。応援いらなくなったという。地味に改正点出してきましたね。応援いらない。あの、もう、応援いらないんでえ。ここら辺の正面、応援いらないんで。あ、応援いらないって聞いたことあるぞってやって、ここはできておくべき問題。91.5なんで。うん。だから、これは取らなきゃいけなかった。え問題だという認識を持って、問いの29いきます。86.7。×バツ×× まず一番、視点の代表者っていうのが政令でされる仕様になるんですよ。懲役になったじゃあダメでしょう。取り消されることありますまず。取り消されます。二番、所得税法違反で違反罰金。罰金見たら罪名見る。あれ所得税法じゃ取り消しじゃないぞですね。うん。暴力的な犯罪とか、え、ね、背任罪とか、業法違反。決まった罪名だけですよね。罰金刑見たら。二番丸自信持って。三番、宅建業法違反で罰金。 はい。罰金刑でも行平案だと取り消されますね。アウトです。罰。4番目。非常勤の取締役も役員です。脅迫、暴力的な犯罪で罰金。アウト。取り消されますね。罰。っていう問題です。罰、丸、罰、罰。86.7。取らなきゃいけない問題。次。問いの30。82.1。個数でも高い正答率取らなきゃいけない問題でした。あが罰、いが丸、ツが罰、えが罰。6 1 6ヶ月 ×3 ヶ月以内です。3ヶ月だって、まだ届け出しなかったら、もしもーしって言われるんですよね。それで、教託届け出しないと、1ヶ月経つと取り消しができちゃうっていう。え、6ヶ月が×。2番目、届け出した後じゃなきゃできない丸。そう、届け出ないと仕事始められないですね。丸。3番目、う。30日が ×2 週間。2週間。4番目、え、 3ヶ月下らない区間内に申し入るべき広告。こっちが6ヶ月です、えー。3ヶ月と6ヶ月変えてみましたみたいなね。そんな問題でしたね。ということで、普通の問題です、えー。もう全部一問一答で普通の問題です。これ82.1。やっぱり業法は精度を上げなきゃいけない問題ですよね。次、問いの31。89.7%正答率。バツバツバツ丸。 でまず1番目が、えー、事前に取り引きたいのを明示した広告を見てたんですってでも、ちたなく明らかにしなきゃいけないですよね見てきてるって分かっててもちゃんと言わなきゃいけないですよねもう一度ねというきれいごとでちゃんと解いてくださいツ2番目建物状況調査を実施してるかどうかを明示しなきゃいけないこれ広告を習うときこれどうかなってあのそんな規定はないからっていう罰ですだいぶ難しいですよね いやーいるのかなもしかして知らないだけでとかってなりそうですもんね、うん。だから、多分ね、三角だと思いますよ、これ。あの、この時点で罰って、ちょっと難しいなってなると、私は思うんですよ。だと、四番目、建築確認申請中、広告はダメですよね。広告売買交換対策、全部ダメだから、絶対罰四番目、一律事実に表示する、こう、表示をした場合、監督処分だけじゃなくて、懲役とか罰金に処され、るこれを閉鎖されることもある、まる、古代広告だけは罰則あるんです。罰則あるんです。 罰則の内容は覚えなくていいけど、罰則があり。あ、じゃあ2番聞いたことない。4番は古代広告の一種じゃん、これ。じゃあ罰則があるから4番だと。うん。いうふうに選べるべき問題だということを言っておきます。89.7でした。次、問いの32。4番が罰。〇〇〇〇○○○×。これ、すいません。4番だけ行かせていただきます。業務開始する。 5日前までに、罰、10日前。案内書、10日前。これなんか読んでて、なんか聞いたことあ5日とかあったねないんじゃないですかとかって。なんか10日とか聞いたことあるんだけどって、ちょっとなってほしいですね。あ、これ、罰だと、うん。でもやっぱりこれ85.3って15%ぐらい間違えてるんでね、うん。でもこれはやっぱ間違えてはいかん問題だというのは認識しておいてください。次、問いの33。62.6%。 これ結構どうなるか、合否を分かる問題になるかは、うん、今回、あの、結果が出てね、合格者取ってるか取れ、取ってないかっていうのはデータレックがね、ちょっと調べるもんで私は分かんないですけど、今のところ、1番は丸。あと、ツまあ、今回、おつ宅地に関する十合の,の事項の説明をする必要はない。まあ、あの、業者じゃない人が、A に、業者に対して重説なんてできないんでね。 うん、やりようがないんだよね。いや、必要はないで丸です。でも誰かやんなきゃ、やんなくていいです。あの、業者は自分で考えるんで。え、ね、これ交換していいかなって自分で考えるんで。だから一番が圧倒的にもう丸なんですが、二番、時期について重説。あの、重説って時期ないんですよ。あの、時期って契約で決めるもんだから、説明の段階ではまだ決まってないはずだからという。これが理屈です。時期ねえぞ。あと、三番目。これね、所有権移転以後、登記以後に受領するもの。 そもそもね、保全措置いらないですよ、これ。あの、登記したら、保全措置いらないじゃないですか。うん、っていうところで、あれいらないんだから、いらないんじゃないかと。これ難しいですよね。ただの暗記じゃないですもんね。うん。あれこれ、登記以後に受領だから、登記したらいらないんだから、もう説明もいらないんじゃないのって、罰かなっていう。だから、この3番と1番と迷って間違えたって方とは、なんかね、しょうがない気もします。あと4番難しいです、これ。 口頭でいら体はあった場合は、改めて電磁切り方法で提供することによって、承諾を得る必要はない。バツ、承諾、承諾も口頭じゃなくて、承諾は、ちゃんと承諾したことを履歴残せって言うんです。あの、いいですよって言って、えいいって言ってねえよ、そんなことって言われた時に。ほ言ったじゃないですか、ほら、ちゃんと承諾書あるじゃないですかとか、えちゃんとデータでメールでいただいてんじゃないですか、承諾するってと。そういう履歴残さないと、言った言わないの水かけ論になるじゃないですか。 うん、だから、あ、承諾って、そうか、ちゃんと残さなきゃいけないのかと。うん、だから、これ、ご存知ない方が、やっぱいらっしゃったと思うんですよね、ここまで。そうすると、1と4とか迷った可能性もある。3とも迷った可能性もある。だから、難しかったと思います。ただ、重要事項の説明、素人が売り主業者にすることはできるわけないじゃないですか。う、え、ん、ー、したらもう、一番だなえー、難しい声で言うのも一番だなで、選べて欲しかったなの問題でございます。 うん。これはだから、まあ、難しいと思いますよ。3番も、サクッとできるんじゃないし、4番も、いやー、どうだろう、と。やめたことないわー、ってね、なる可能性あるんで。えー、だから難しかったと思いますが、1番で選べたら、いいなの問題です。次、問いの34。生徒率78.7。点、う、七、ん、やっぱ取りたいですね。で、今回、家賃が10万円なん、12万円なんですよ。したら、居住用だと、6万ずつ。うん、まあ、消費税と、6万6千円ずつ。 で、13万2千円にするというのは、よろしいかと思います。うん、じゃあ、あ、まず違反する、いはしない、うはする、えはし、えー、えもする。あ、いきましょう。C は媒介の依頼を受けるにあたって、D から、承諾得ないまま13万2千円報酬、違反。半々でもらわなきゃいけないですよね。承諾ないと。半々で。0.5ヶ月分ずつでやれっていうことですよね。い、事前に、 特別な広告の依頼があった、依頼してきた、請求受領を違反しませんあの、お客様が依頼してきたんですよ、大手の広告出してください、新聞社にと、いや、でも金かかりますよと、いくらですかと、12万円かかりますよと、分かりました、それでもいいですと、そしたら実費もらえます、依頼してるから、え依頼をしているだったら、その分は実費で、契約決まろうと決まんないともらってもいいって話ありましたね、違反しません。 う、C は D に対し、賃貸借の契約書の作成費、アウト。えー、契約書作成費なんてもう報酬込み込みです。こんなのダメですよ、ベッドもらっちゃダメ。違反。4番目。これ、事務所の場合に貸借で報酬として、C、A は B から13万2千円、C は D から13万2千円、ダメ。一つの取引で生まれる報酬は、1ヶ月分。2ヶ月分、倍になってますよね。現実世界ではこんなの普通にもらうんですよ。 おじさんからもらって、え、ね、えり主からもらってみたいな、え、ね、あの、絶対広告料とか、え、ね、コンサル料とか、別の名目かけててもらってるはずです。だからお仕事やってる人にね、いや、ちゃんとしてるから、業法だとな、一つの取引からは1ヶ月分だけなんだぞっていう、知らせしめるための問題多いですよ。宅検試験は。この問題は間違えちゃいかん問題でございました。個数で大変だけど頑張ってほしい問題です。次、問いの35。89.4。バツバツバツ丸で、 なかなかだったのがクーリングオフで電磁的とかで出してくっかで多いっていうね。それがなかなか渋い問題でしたね。ただ、4番が、宅建業者 C の事務所でございます。はい、申し込み受けました。8日以内に書面より申し込み撤回申し出てても、申し込み撤回を行うことはできない。丸だって事務所だから、なんか電磁的関係なく圧倒的に4番丸だったんですよね。という問題です。だから、あの、 多分今年で電磁的のパターンが出尽くしたぐらいのね、それぐらい出てたんですよ。うん、だから今年の問題やっとくと、もう来年以降はもう電磁的に大丈夫です。おそらく、ね。それ以上のなんか出し方というかマニアックなことってあんま考えられないんで、うん。だからそこを見といてください。ただ、今回この35は電磁的のクーリングオフ知らんよと、うんあの。もしかするとクーリングオフだけはあのちゃんと書面じゃなきゃまだダメだよ、時代遅れでね、みたいね。 うん、あの、なってるかもしれない。分かってる方もいたかもしれないけど。ええ。それだけど、この問題は4番で丸っていうのをピンポイントで持ってってほしい問題でした。ということで、はい。4番はできてほしかった。あと、1、2、3は今後学習で材料にしてください。問いの36。89.3。違反。違反。で、違反しない。で、絵が違反。まずは、 書費用を差し引いて預かり金返還って、差し引いちゃダメです。全部返せです。うん、い、分割払い、手付金の分割払い、信用の供与ですよね。ダメ。全額現金でもらえです。はい。う、必要に応じて書面にそのまま表示できる状態で、電子媒体に帳簿の保存を行ってる。あれ、帳簿も電子で今いいっていうかね。むしろ電子残せですもんね。これ違反しないよね、です。しない。はい。え、 勧誘であることを告げず個人宅ピンポン行ってマンション勧誘した。アウト。告げて、ちゃんと会社名と自分の名前言って、告げてやりゃいいんだけど、告げないで黙ってはまずいですよね。違反。うん。これもやっぱり、まあ、常識、ハートで考えてもできた方が多かったでしょうね。89.3、見直して,てください。次、問いの37。××××。一番、携帯させる必要はない×。非常勤役員も役員です。 え、従業者証明書いります。罰。二番目、請求があった場合でも閲覧拒むこと、あ、できません。できる罰。はい、三番目、宅券業者の従業者、申し込みがあった場合、そのものが宅券業者だっても、従業者やることを証明書を提示する必要がある。請求があったらそれは出します。お客さんですから。関わる。丸。四番、従業者名簿は五年罰。従業者名簿って十十。十で十。十十。なんか焼肉やってるイメージです。 従業者は、従業者は10、10、で、年間です。10年間だ。で、残った帳簿が5年。で、あと、新築住宅を新築でね、業者が売り主が素人さんに言ったら10年保証だから、えー。新築の部分だけは10年っていう話ありますが、整理しておいてください。これは取るべき問題でございました。次、問いの八えー、3 8、えー、51.9。で、これ51.9で難しい問題というところだったんですが、 うん、これももしかすると、結果見ると合否分かれる問題になる可能性があると思います。丸、罰、罰、丸。で、まず、あ、いきますね。自ら所有する複数の建物を複数に対し反復継続して賃貸。宅建業に該当しない。自ら貸借大屋産業、該当しない。丸。ある程度自信持ってほしいです。2番目、宅建士とは誰か。合格し、登録を受けたもの。登録を受けたもの。 そして取引書をもらわなきゃダメなんですよ。登録受けたものを言うって言い切ってたらやっぱり罰ですよ。ね、いくら書い,書いたこと読まないったって取引書をもらわなきゃ、これ登録しただけじゃ取引して名乗れませんもん。うん、だから登録したものを言う今そうだけど取引書までもらわないとダメなんだから、やっぱりこれしたったらだよねーです。 いや、これだから、ここでまだ間違えたかったらやっぱね、なんかしょうがなかったかな、という気はしますが、取引所の交付を受けた人、それが取引者っていうのはちゃんと意識しておいてください。あと4番目、あ、いや、3番目、建設業者 B、建設業、宅建業免許はいらないんですけど、業として宅建業の媒介、行うって書いてありますよ。だったら該当するでしょ。建設会社も、え、土地、お客さん土地まだないならうちが紹介しますよってね。 それやんだったら、そりゃ該当するでしょうよ。罰、免許もらえって話です。え、宅建士は、宅地、建物にかかる必要な知識、能力の維持、向上に努めなきゃいけない丸。そう、宅建合格して宅建士になっても、日々、これ計算して、ちゃんと勉強しろと。え、宅建取ったからといって遊び歩いてんじゃねえぞという、そういう綺麗事の話ですよね。知らなきゃいけない話でございました。これ51.9だから、落としてもね、合否分かれなかったです。 うん、ただもしかすると合格者は7割ぐらいは取ってる不合格者が3割とかねいっちゃってるとかそういう問題で結果的に51.9って可能性があるので、うん、やっぱりこれはやるべき問題っていうか行法はやるべき問題です全部次問いの39まずは1番。 え手付金受領した後に速やかに保全措置ってなってますが、後じゃダメ。前にもらうんですよね。もう金もらう前に保全措置と、いうことです。必要であれば。あと2番目、受領した手付金にかかる引き渡しまでの期間とすればいい。宅地の引き渡しまでの期間。そう、保全措置って引き渡したらいらないんですよ。当期か引き渡したら保全措置いらないって。覚えてますだから、引き渡しまででいいですよ。丸です。 だから、いや、引き渡しまでって短いかも、とかって、趣旨分かってないと間違える可能性あるんですよ。要は、引き渡し前までに預かったお金持ち入れちゃうといけないからじゃないですか。保全措置って。だから、今一度ここのところなんか言ってること分かんねえな、という。こんなの覚えてねえよ、じゃなくて。覚えてなくて理解です。理解してないな、と思ったら、もう一度ね、テキスト見直して、ね、見直して、やり直してみてください。こういう間違えたところは早めにね、リカバーリーした方がよろしいかと思います。あと、3番目、保険証券 B に交付する必要あります。 ちゃんとやってますよって。4番目。B の承諾を得ることなく、電磁方法に講ずることができる。これ、電磁的は承諾ないと無理ですよ。うん。紙がいい人いっぱいいますもん。紙じゃなきゃ嫌だっていう人。だから紙でやるときって、基本承諾いるよねっていうのは、もうね、他のところもそうです。承諾得ることなくは×にしてください。ということでございました。はい。問いの40いきます。93.8。××××バツ× まず1番申し込みありました、期待なく売り主さんに頼まれた依頼者に報告しなきゃいけないそう、申し込み入ったらすぐ言わなきゃいけないですよね、でも希望条件満たさない申し込み、要は差し入入ったと、5000万で売りに出してるんだけど、4000万円でどうみたいだ、いやー、売り主さんどうせダメだから言わない、ダメです、4000万で入ったんだけど、どうしましょうと、えいやー、まあ、4800ならいいよ、じゃあ持って行ってみますとかね、ちゃんと。 申し込み入ったらちゃんと依頼者に速やかに言うしてますよねこのルール。うん。結局、ね、満額範囲内で差し値で入ると、もうとりあえずおとこうってって、自分のところで来た方が両手でもらえるじゃないですか。要は、オーナー、売り主に言わないで、ね、温めとくっていうのはやっちゃダメなんですよ。そのために速やかにやれっていうルールができたわけですよ。何年か前にね。という話、大事な話でございます。2番目、書面の交付後速やかに、いや交付後 に、圧線の有無確認して遅くないですかあの、その書面に圧線の有無書くんですよ。うん、いや、交付後じゃ遅いだろう。ちゃんと契約前、依頼受ける前に確認して書くだろう。ツ。3番目、休業日含め、ツ。除く。有名な問題。4番、他の業者が売買代によって成立された時の措置、かけ、丸。裏切った時、浮気した時の措置ですよね。他の会社で多決した時の措置、 ちゃんと普通通り金もらうよ、報酬もらうよみたいな、そういうのを記載しなきゃいけない。丸媒介契約書は全部必要的記載事項なんで、ある程度自信持って丸ってほしいところです。次、問いの41。55.1。これ、あの、個数じゃないけど、難しかったようですね。まずは1番いきます。後見知事、達見氏に対して報告求めることができるが、その対象は、後見知事登録の達見氏であっ で適正な遂行,を確保遂行を確保するための場合必要な場合に限られる後見知事の宅検士には限りません、うん、だってあの暴れてたらこの後見の登録の宅検士が小津県とか平県とかで暴れてたらその暴れてるところも言えますもんね、うん、だからいや登録先だけじゃなかったなで罰にしてください2番目 A 後見知事です従事してる B 公権知事登録です。実態ない C。勤務実態ない C。右義貸ってやつですよ。おつけん知事、おつけん知事免許において、自らが宅権したるを表示化されている場合、許した場合は、おつけん知事は B に必要な指示ができる。どうだろうと。まあ、おつけん知事って C の監督権者じゃないですか。したら C がな名義貸ししてたんだったんつったら、 おい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 、何やってんのオタクと C 業者さん。B もお前も何やよ。貸してんじゃん。働いてないじゃんって。B に必要指示できる。できないとおかしくないですかえー、あの、他の登録の先だから、いやいや、働いてるところだからできるでしょう、丸。してほしいですね。3番目、上場が重いとき、少女することができる。ここでやられちゃう方いると思います。上場が重かったら少女できるでしょうと。罰×。 必ず少女。することができるじゃなくて、必ず取り消し。必ず少女。上場が重いっていうキーワードは、三大悪事って言われるもんですよ。業者の免許も登録も、上場が重いったら、絶対少女。必ずです。だから、できるじゃない。任意じゃない。必ず。この勉強はこだわらなきゃいけないんですよ。で、監督処分って、もうね、 あの、重説でね、アップアップで、報酬でもグロッキーで、水から売り主でもうんざりしてて、もうね、監督処分行った時にね、息耐えてるんですよね、大体。うん、もう民法をやったとして、しかも教法でそこで耐えてて、監督処分ってね、あの、ゆるゆるなんですよ。あの、監督処分もちゃんとやってください。え、しなきゃ絶対消さなきゃ絶対にいけないもんです、これ。だから、これも55.1で、全体で見ると、まあ、間違えてもしょうがないなんだけど、もしかしたらゴーはわかるかもしれないです。 あの、合格者説得は8割ぐらいいってて、合学者説得は3割とかね。うん、うん、そういう可能性がある問題なので、うん、やっぱりできるのかしなきゃいけないのか、義務か任意かは意識する。あと、広告しなきゃいけない、取引士の話はね、処分はね、広告絶対しないんです。な、個人の話だしね、吊りや、吊るし上げしてもしょうがないから。え、取引士の処分って、広告ねえぞ、罰。これも知らなきゃいけないことでございます。頑張ってください、監督処分。まで、最後までね。あと、問いの42。 罰、罰、えぇ、ー、丸、罰。あ、提示する必要ない罰、あるから。い、売り主にはいらないから罰。う、売り主なる卓券業者には、重説交付しなければ、売り主なる卓券業者は、買い主が業者である場合、交付しなきゃいけないけど、省略できる丸。あの、説明はいらないけど、書面は渡しますね。相手が業者でも、丸。え、 重要事項として代金、時期、説明、いりません。代金も時期も契約で決めるから、重節の段階では決まってないという。まあ、これ、記載事項かどうなのか、ちゃんと頭に入ってるかどうかの問題。83.7、やりましょう、んと次、問いの43。96%の正答率です。罰、罰、罰、丸。まず、記載、移転登記の申請時期は必ず記載で罰です。2、成立前、 いやー、ごち体なくじゃないですか。成立前に37条作ってないですもんね。うん、だから、罰。あと3番目、専任人の取引書して罰。専任人じゃなくてもいいから。これ、引っ掛けの典型。あの、取引書なら誰でもいいんで。専任人じゃなくていいから、罰。4番目、不可抗力、損害、危険負担、定めがあるなら、かけ丸。 おそらくこれ96なので、かなり多くの方が正解できていると思いますが、1も2も3も、もし個数でもできるようにしておかなきゃいけない問題だということを認識してください。次、問いの44。91.3%。10、2×、3×、4×。1番、丸かなーでしょう。正当な理由がある場合では小判ではならない丸かなーぐらいでしょう。2番、一部の事務所を廃止した。保証協会の話の時、一部事務所を廃止の時は、 広告はいりません。一個事務所を辞めたら30万安いから。え、ね、え、官報の広告って5万6万するんですよ。え、ね、え、30万ばかし戻るのに広告いらんわと。いらない。3番。還付請求受けたとき、直ちに弁済業務賞金から返還。これ、これ難しいんですけど、返還はね、お金返ってくるのは教託所から来るんですよ。保証協会には認証をもらって、もらいに行く先は教託所からお金なんですよ。だからという。 これ結構難しいっすよね。うん。ただ一番やっぱ丸かなで、三番でよーく精査していただければ気づいていただきたい。協会は認証のみなんです。四番目、工事の完了前。手付金保管事業、工事の完了前、未完成。使えませんね。未完成物件って、この未完成物件保管でやるのダメだったじゃないですか。 ということで、罰という問題でございます。91.3。ということは、大多数の人ができているはずなんでも、これ以上言いません。問いの45。89.8。罰、罰、罰,罰、丸。まず1番、義務はない。これあの、信託会社、信託銀行。免許はいらないけど、届けてしてなるやつですね、うん。業者と同じなんで。あの、免許がいらないだけで、後のルールは守るから、当然いります。罰。あと2番目。 必ず書面をこうして説明しなきゃいけないってなってますが、必ず、電磁的方法でも、いや、ここの説明よかったんじゃないですか必ず書面。いや、電磁的方法でもできない。いや、できるのかなぐらいになってもいいです。3番目、最寄りの教託所住宅の最寄り。聞いたことないですよね。主たる事務所の最寄りです。家の最寄りだったら、ちこちじゃないですか。えー、本店の最寄り、主たる事務所の最寄りでございます。バツ。4番目、 構造上主要な部分に瑕疵があっても負わない特約があったこの場合でも責任保険の締結の義務を負うそうですあの売り主が業者買い主が素人の時に負わない特約なんて無効ですよ、えー、だからちゃんとやんなきゃダメですよ負わないからいいだろうじゃなくて負わない特約ダメですよ無効ですから、うん、だから4番が丸そこまで考慮して丸にできてはい89.8間違えないで欲しい問題でした あと、問いの46は五問免除の方はね、もういらないんですけど、まあ10、10、2×30、40。これ、新築住宅に対するのみっていうのが中古デモだからっていう 88.、88.6。五問免除って今年ね、ちょっと難しめだったんですよ。それでもこれはできてほしいものです。で、次の問いの47が74.3って、五問免除にしたらちょっと難しかった可能性がありますが、〇〇×、×、×、×。 で、これね、あの、今年、この公正教育、不動産のね、この景品表示法の話ってちょっと変わったところがあって、実際には取引する意思がない物件でも実在であれば問われることはない、これは罰っていけると思うんですよ。あと、2番の話、これ丸。えぇ、ー、聞いたことないよと。うん。あの、一応付け加わったところなんで、自信持って丸はできなくても、3番、これどうですかスーパーマーケットを表示する場合は、 物件からの自動、自転車の所要時間を明示していくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなるって書いたんですが、知らないけど、自転車のみの時間で、あと書かないと、みんなが自転車乗るわけじゃないですか。えー、自転車乗れない人もいるじゃないですか。いや、書いとかなきゃまずいんじゃないかと。そう、徒歩とか道路距離。どっちか書いとけと。 歩きで行く道路の距離いや、自転車の時間だけじゃまずくねーって感覚で罰できるですね。あと4番ね、これも付け加わったやつなんですが、リノベーションマンション、初めての申し込み、新発売できない罰できる。これね、リノベーションマンションって結局中古なんですよ。で、フルリフォームかけてきれいにしてるんですよ。でも新しく売るときは新発売でいいんです。 うん、だから新築の時じゃなきゃ新発売って言えないんじゃないのって言ったけどいやいや、リフォームして完全リフォームして完全に綺麗にして初めて申し込みで売りに出すんだったらいや新発売でいいですよってこれねあのー、ここのところで付けを加わった内容なんですよだから、いやーわかんないけどと、うん、あとはねなんか一回でもリノベーションマンションっていう文字見たことあったなあだったらできるようになったとか言った気がするって、うん、これね、74.3で逆にすごかったなと思いますここまでできたのが。 えー、ああ、やっぱりなんかこう、いろんなところでね、なんかこう、模試とか受けてやれてた方が多かったのかなっていうような問題で、なかなかだと思います。まあ、今後はね、まあ、せっかく出たんだからちゃんと見ておいてください。あと48がね、正当数36.5。統計できるはずなのになんでと。これはね、何が難しいかと、14万業者ってあるじゃないですか。128,597。数が違うからまず。超久しぶりです。でね、これね、 私、完全に、数字いらないよ、こんなもんって、言い切ってました。っ、う、て、ん、というか言い切ります。あ、でもこれね、数字出たじゃないですか。来年もね、生産でいらねえよって言いますよ。あの、なんでかってね、数字やるという労力が、すごい莫大な労力なんですよ。それが費用対効果合うかっていう話なんですよ。今年、だから数字をね、語らわせでやるとかやるのは、一つ、ある、ありなんですよ。で、私はそれは暇人対象の勉強法だと思ってるんです。 忙しい人が、この数字を覚えなきゃできない問題が出る確率が毎年ならいいけど、そんな滅多に出ないのに、それなのに語呂合わせを全部やるとかって、もうね、荒行ですよね。うん。だからね、私ね、だからそ、そこなんですよね。だから、ちゃんとやりたいと思うんだったらやりゃいいじゃないですか、勝手に。でも、私は絶対自分が受験生やったら、今年出たからといって絶対来年もやんねえぞ。おう、語呂でこの数字なんてと。いうね、自信満々で言い切るので、皆さん次第でございます。 えー、皆さんの生き方はどうかわかんないけど、えー、私はこの数字をやるというのは大反対でございます。その分、両法でちゃんと見た方がいいと思いますよ。うん。ということで、36.5。うん。この数値が物語っております。えー、あと問いの49。で、これね、難しかったはずなんですけど、不適、最も不適当なもの。2番なんですが、谷底。国定定値って読みます。谷底の定値です。軟弱層、弱いんです。 自振動が凝縮されて振動が小さく、ここ不自然じゃないですか。軟弱だったら小さくなくて大きいんじゃないか ?92.7%。やっぱ受験生受かりたいんですよね。なんかヒントないかつって、これおかしいんじゃないつって、正解。当たってるんですよ。多分お勉強でこんなのやってる人いないと思いますよ。え、固定定値ってなんだろう軟弱層いや、こんなの覚えてないよと。いや、でも軟弱だから振動小さくおかしいだろうって。やっぱりね、こう。 ちゃんと勉強しなくてもなんかこうハートでできるようなね。そういう問題もあるんですよね。あの土地とかってそういう問題慣れしてると、あ、これだっていうのが見つかりやすいと思います。だってこんなの自信持って関東大震災の際はって生まれてた方いますあの、いたらね、あの、すごい長い人生本当にお疲れ様みたいなね、感じになりますから。わかんないですよ、こんなもん。え、だからね、頑張る必要ないです。だから土地って、あ、こうやってなんか問題慣れしておかしいなっていうのがきっとあるなってやってみてください。最後問いの50でございます 78.。78.6% これも知らない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 というところなんでしょうが3番が×が70何杯いたんですよ読みます。鉄筋コンクリート作り鉄筋コンクリートと一体化するには断面が円錐の棒丸こなんか丸いなんか棒みたいなやつですかねの方が表面に突起をつけた棒池棒孔より優れてる 全然わかんないけど、なんか、ストーンとする棒より、ボツボツなんかゴツゴツしてる方がなんか引っかかって、なんかいい感じじゃないですか。あ、これ逆っぽいって、全然なんか説明なくてなくてごめんなさいね。要は、ストーンとなんかシンプルよりもなんかゴテゴテした方がすごい強そうな感じじゃないですか。良さそうな感じじゃないですか。いろんな意味で。え、あ、逆じゃない、罰当たりという、うん。そういう問題です。知らないですよ、こんなの。 こんなところまで追っかけてたら、とてつもなく広がっちゃうんですよ。だから土地とか建物って問題解いて、あ、こういう風な感じで、なんか匂いがおかしいのは当たるんだねってね。うん、そんな感じをね、慣れてみてください。うん、っていうとね、だから今年だから、やっぱり、正当率意外と高いけど、2問、3問なっちゃう方って結構いたと思います、5問以上。だから今年ね、5問免除者が結構合格高かったんですよ。あの、比べて。去年って5問免除なのにほとんど変わらなかったんですよ。 1>, 1問没問出たから実質4問免除ねもう5問免除払ってた人はふざけんなって暴動起こしてもいいぐらいのレベルの話だったんですよね今年だから多分反省してねちょっと5問免除者にも悪いから難しいの出したらろうって,ってね、うん、多分3問あたりが平均合格者の、うん、感じの問題だと思いますなのでやっぱり難しかったなと思いますよそれでも、ね、36というのは本当にね宅建試験大変になってると思います油断してるとやっぱり分かんないけどただ一個一個丁寧にやるべきことをやってくださいで民法くれぐれも広すぎないすぎない え、民法って勉強すると面白いから面白くなるのはいいんだけど、行法制限、え、そこで間違えて失敗してるところ、みんなが取れてないところがないかどうか探してみください。え、それをちゃんと修正すれば、来年はね、合格必ずいけますから、え頑張っていきましょうね。以上でございます。はい。今日合格発表でね、すぐに、もうね、落ちた時の問題とか見たくないと思うんですよ。 え、それでも見ておくことであ、これはみんなできてんのかこれはできないのかあ、ここら辺は間違えちゃいけないのかってね認識しとくのは非常に有益だと思うんでねうん、ぜひ勉強に生かしていただければと思います以上でございますはいそれではね本日はお集まりいただきありがとうございますそれでは宅検試験本試験解説会これで終了でございます皆さんお疲れ様でした